皆さんどうもこんにちは。静電気にビビるうぷ主のミーです。静電気防止ブレスレットの効き目がよくわかってないヨウムです。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日は久しぶりにティーちゃんでおなじみ、スキャーリーティーチャーを実況していきます。ハロウィンで時が止まってない。ステージもハロウィンのステージが追加されたので、今回はそちらで遊んでいきたいと思います。定期的にアプデしてくれるのはありがたいですね。今回は一体どんな目に合わせるのか。それでは早速やっていきましょう。ミスティは熱いようにそれを落とす準備ができていました。彼女が今落とされている唯一の人のように見えます。日本語でお願いします。日本語にした結果だよ。マジで何が何だかわからないので、スタートしてみましょう。さあダーリン、私のために踊り狂うのよ。もっと激しく、情熱的に。相変わらずティーちゃんは高圧的です。で、は、は、ハニーも苦しいよ。おっさんも付き合わされて大変だな。で、で、だ、だいたい。どうして僕がこんなことしないといけないのさ。うるさいこのハゲー。つべこべ言わずに踊るんだ。急に踊れって言われても理由を教えてよ。それにもっと優しくしてくれない。そりゃ突然言われたら困惑しますよね。チーズバーガーうめえ。そりゃハロウィンパーティーの出し物で私たちのダンスをお披露目するからでしょうか。基礎体力をつけた上で、ダンスの書を読めば完成度が上がるんだ。ダンスの書。あのばあさんまた怪しいアイテムを使うつもりだな。ダンスの書を読めば私たちは最高のダンスが踊れるわ。今回の目的は、おそらくそのダンスの書に細工をすることでしょう。結構大きい本だったから本自体はすぐに見つかりそうだよね。ダーリンと情熱的なダンスで観客たちを沸かせるわ。ハロウィンモードは暗くて不気味ですね。うん、普通のモードの方が怖くないよ。一体いつまでハロウィンなんだろうか。通常の続編ストーリーの更新も楽しみだよね。あ、これだよ。ダンスの書が見つかったのでこれに何かをしてやりましょう。何かって言っても、具体的に何をすればいいんだ。次は鍵を探せって。禁断のダンスの書の鍵だってよ。え、この本が禁断のダンスの書なんですかね。特別な鍵はキッチンにあるって。見た感じあの本に鍵は使えないと思うんですが。隠し要素みたいなのがあるのかな。とりあえず鍵はキッチンにあるみたいだから持ってくるか。お、早速この有能探偵ヨウムが鍵を見つけましたよ。誰でも見つけられるしいつ探偵になったの？さあこの特別な鍵を使って、あの本に細工をしましょう。おかしい、何も起きない。確かにこの鍵ですよね。そんな時はヒントだ。禁断のダンスの書は勉強部屋にある。そもそも勉強部屋がどこなのかわかりませんが、この部屋が勉強部屋なんですかね。ってことはもう本は見つけてるのに何も起きないってことだぜ。やばい、わからん。ヒントを見てもさっぱりですね。おい、そうこうしている間にばあさんが家の中に入ってきたぞ。仕方ない、離れて隠れよう。あら、なんで本が開いているの？おかしいわ、すぐに隠しましょう。どういうことだ？となると、禁断のダンスの書なるものがこの家にあるんですよ。最初に見つけた書じゃない、もう一つの書が。はい、それの封印を解いて使うんです。じゃあ本がたくさんありそうな部屋に行ってみよう。もしやここが勉強部屋。ここに禁断の書があるはずだぜ。あ、ありましたよ、これですよ。封印を解いて大丈夫かな？おいおい、とんでもねえぞこれ。どうしよう、何言ってるのかわからない。私がなんとか翻訳してみます。ありがとう、頼んだよ。すごく不安なんですけど。私は実は吸血鬼なんです。いや絶対そんなこと言ってねえ。この3つのアイテムの中からこいつの言ってるものを当てればいいんだろうけど。ヴァンパイアに飲まれるって言ってるし、血じゃない？ああ、私が言おうとした翻訳ですそれ。完全な後だし。正解は血液だ。お、どうやら正解だったみたいだな。次の問題。まだあるの？これは光を与えるものではありませんか。それは太陽光線ではなく、あなたが最も幸せな日に吹き飛ばすものです。自分から翻訳してくださった。選択肢は、懐中電灯と二つともろうそくかな。太陽光じゃなくて、あなたの最も幸せな日に吹き飛ばす。あ、ろうそくですよ。誕生日ケーキのろうそくを吹き消しますし。なるほど、たまにはまともに考えるじゃねえか。いい答えだ。それでは最後の問題。パイで焼いたオレンジ色のスカッシュを小さな目でスパイします。やばい、オレンジとパイしかわからん。オレンジとパイがわかれば十分ですよ。オレンジ色のパイになるもの、つまりカボチャです。オレンジパイもありそうだが、一般的なのはパンプキンパイだよな。はい、大変よくできました。そんな君にはこの呪われたダンスの振り付けを教えよう。やったー。でも、これをどうしたらいいの？そりゃあもちろんこの書に挟んでおくんですよ。
このページを読ませてダンスを踊らせるってことか。ふっふっふ、どうなるのか楽しみです。分裂したダーリンたちとかのけダンスよ。最後はこの本の通りに。おい、呪いの振り付けのページが。ただ挟んだだけだったので落ちちゃいました。ダーリン、盛り上げるわよ。特訓の成果だ、ハニー。くるくるくる。頭が摩擦で熱いわよ。最高ハロウィンハッピーデイ。ノリだ、ノリを使わないといけなかったんだ。もう一度やり直しだぜ。今度こそこのページを落とされないようにしっかりバッチリノリ付けしたいと思います。呪いのダンスを踊れー。さあさあ盛り上がってまいりました。続いてはこの世で一番素晴らしいダンスをお見せしますわ。いくわよー。気を取り直し。なんてじゃあ今度はこれ。で、嘘、勝手に回ってる。あー、恐るべし禁断の書の力。ダーリン、行くわよ。どうだハニー。もう下ろして。やったー、大成功。ミスティは彼女が彼女の新しいペットとの競争を怖がらせることができると思った。助けを求めて叫ぶ唯一の人は彼女自身を逃す。ごめんわからん。見ている人全員の感想だろうな。恐ろしいペットを使って何かをやろうとしているんじゃない。ああ、なるほどね。一体どんなペットなんだろうか。見てよダーリン、私とんでもない子を連れて帰ってきちゃった。この子に写真を見せるとね、その写真の人物を襲おうとするのよ。え、何そのカニバンでスノートみたいなの。まあまあ、ちょっと見てなさいよ。さあさあ可愛い子ちゃん、出てきていいわよ。パックンフラなんとかじゃないの。そこまで言ってるんじゃ全然勝っててねー。わー、あはははは、すごい迫力。そうだ、この子を使って吸血鬼たちを驚かせてやろうかしら。君は本当に悪魔みたいなことを思いつくな。悪魔みたいな顔だわ。今回はあのペットをどうにかするのが目的なのかな。ペットでミスティに攻撃させろってよ。ってことはあのペットを手なずけないといけないってこと。じゃああの箱を探さないとね。このガキ回しやがれー。うわー、見つかったー。何の用だこのガキャー。久しぶりに追いかけられてるー。大丈夫だ、敷地外に出れば追ってこない。はぁ、はぁ、なんとか逃げ切った。やーい、こっちに来られるもんなら来てみな。卵を。あのばあさんなんてことしやがるんだ。もう二度と来ないでちょうだい。それは私のセリフだよ。はぁ、ひどい目にあった。あれ、裏庭にあの箱がない。確かにここであの二人は箱を触っていたよな。おかしいな。もしかしてばあさんがあの箱を持ってるんじゃない。となると箱をどうにかするわけじゃないってことだぜ。誰かわからんから答え教えてー。いや、諦めるの早。困った時はヒントを確認だ。さあダーリン、みんな脅かしに行くよ。しまった、ゆっくりしてたら進んじまった。ハニーに言われた通り、吸血鬼たちの写真を入れるぞ。皆さん、今からスペシャルなマジックをお見せいたします。この小さな箱を一瞬で巨大化させますよ。そんなことできるのかな。さあパクミちゃん、暴れなさい。キャー、何よこれ。あっはっはっは、逃げないと食べられちゃうわよ。キャー、やっぱ怖い。くー、なんて卑劣な。ばあさんがおっさんのところに来る前になんとかしないとな。早速ヒントを見よう。魔法のペットは写真の人物を攻撃します。それはばあさんが言ってたぜ。カメラはフランシスの首にぶら下がっています。あのおっさんがカメラを持ってるの。じゃああのおっさんをこのハサミでやるしか。待て、眠らせればいいんじゃないか。あ、このゲームおなじみの手法か。それならマグカップと薬を探してこないとね。おい、やっぱりその必要はないみたいだぞ。これでカメラを撮れるね。でも肝心のカメラが見当たらないんだけど。発見、これであとはばあさんの写真を撮ればいいわね。でもさ、捕まる前に撮らないといけないでしょ。さっと撮って、パッと逃げるのよ。今だ。ちょ、これどう使うの。カメラマークを押すのよ。あー、これか。じいちゃん、こっちこっち。すごくシュール。これは。どうなったんだこれ。なぜかじいちゃんの後ろを追ってるわ。捕まってたんかーい。直接本人の写真を撮るのは危険すぎるわ。じいちゃんの写真を安全に確実に撮るいい方法はないかしら。あ、じいちゃんの肖像画の写真を撮ればいいんじゃないかな。あんた、珍しく今回冴えてるじゃない。確かにその方法なら確実だ。それじゃあ早速おっさんからカメラを盗んでこよう。
ねえ、もう後頭部保管していい？耐えろ、耐えるんだ。あ、ハニーに驚かされて目が冴えちゃったよ。おいおっさん、どこに行くんだ？全然関係ない部屋に向かって行ったんだけど。どうしておっさんの行動を見張ってなきゃいけないわけ？うろうろしたら絶対さっきの部屋に行くはずだ。それまでばあさんに気をつけながら見張ってるぞ。ふわあ、私の方が眠くなってきた。ようやく部屋に入りました。すぐに寝てくれたらもっと楽だったのに。これから何が起こるのかも知らずぐっすり寝ているわよ。なんかこっちから見ると目を開けているみたい。大丈夫だ、カメラを撮って急いで部屋を出るぞ。今度こそ T ちゃんのベストショットを収めて、ペットのパクミちゃんに見せてあげよう。これでバッチリ姿が映るわよ。そろそろダーリンのところに行こうかしら。おっさんが箱に写真を仕込んでたから、この写真をおっさんに持たせておこうぜ。むにゃ、ハニー、任せて。さあ準備は整いました。私たちはどうなるのか外でゆっくり見ていましょう。ペットが懐いてないと大変なことになるってよくわかるはずよ。ダーリン、寝てないで早く写真を仕込んできてちょうだい。わかったよハニー、すぐに行ってくるよ。この写真をここにっと。皆さん、よくぞお集まりいただきました。本日はTちゃんの驚きスペシャルマジックをお見せします。こちらの小箱を一瞬にして巨大化させてみせましょう。おー、どこだ、どこだ。あ、お前だな。え、なになに。いやー、パクミちゃん私じゃないでしょ。おやめー。ずっと叫んでるぞ。彼女が吸血鬼との壮大な衝突に向かっているとは思っていませんでした。残念ながら、彼女は壮大な災害に向かっています。簡単に言うと、ミスティはあの吸血鬼と戦うつもりで、でもその戦いは悲惨な結末を迎えるってことだろ。わかりやすい、さすがはミスティの魔法の師匠。実はあのばあさんを弟子にしたんだ。このステージでハロウィン編最後だから、最後に大勝負を仕掛けるつもりなんだね。で、私たちはそれを妨害しろってことだわ。ついに私の大魔法が完成したわ。これを完成させるまで、本当に血の滲むような特訓をしてきた T ちゃん。偉い、偉すぎるわ。自分で言うかよ。クックック、あの偉そうな吸血鬼は今日で終わりよ。あぶらかたぶら、エバラ焼肉のタレ。エバラ焼肉のタレ。あのハゲを、医療の化け物に変えよ。じゃあ、ハニー、なんて、ことを。ひどい、彼氏に魔法をかけるなんて。豚肩ロース。ペロー。ハゲがカエルになっちゃった。もういい、ハゲよ、元に戻れ。ああ。こんな魔法を悪用されたら大変だよ。魔法使いのマリサ、出番よ、あのばあさんを封印しなさい。できるか。変身魔法を習得していたとは、あのばあさん侮れないぞ。どうやら光っていたあの杖の魔力で魔法が使えてたみたいだよ。じゃあその杖を見つけて追っちゃえば使えなくなるんじゃない？こら、子供が何をやっとる。こんなに夜更かししてたら成長しないだろ。あいつ、案外優しいわね。あの部屋は吸血鬼がいるから入れないっと。あの部屋に杖は多分ないよな。私だったら、倒そうとしている奴の近くには置いておかないわ。あれ、あの鍋って T ちゃんが使ってた鍋じゃ。けっけっけっけ。誰だ。あっしはしがないゴブリンさ。ばあさんの言いつけでこの鍋を守っているんだ。あんたみたいな怪しい人物を近づかさせないようにね。鍋に何かを混入するのはあのゴブリンがいるからできないってわけね。しっかり守りまでつけて、今回の本気度がわかったよ。なんだあの墓。一つだけ浮いてないか。確かに、誰かのお墓かもしれないね。よし、掘り起こしましょう。墓荒らし。あ、スコップがこんなところに置かれてるよ。普段はここにスコップなんてないから、これを使えってことだろうな。早速あのお墓を暴きに行くわよ。おいおい、別に宝が埋まってるわけじゃねえんだぞ。そうだよ、死体が埋まってるのに掘り起こすのはな。さあ、開けるわよ。骨じゃなかった。いつ襲ってきてもおかしくないよ。開けたことでミスティが暴れるとかねえよな。平気よ、何にも起こらないわ。起こらないでください、お願いします。本音が漏れてんぞ。ひとまずあのお墓は置いといて、他に使えそうなものがないか探そう。杖を見つけたんだけど、ケースに入ってて取れないわ。このイカにも生アク。このケースのロックを解除しろってよ。いやいや、そんなこと言われたって鍵は使えないわよ。鍵の見た目が普通の鍵とは違うんじゃない？それじゃあもっと探すのが大変じゃないの。棺桶に移動している。メダルよ。貴金属を見つける速度は尋常じゃねえな。ちょっと何かに使うかもしれないからもらっていくわね。うぷ主こいつが猫ババしないように見張ってろ。このメダルが鍵なのかな？これは使えないみたいだから私がもらっていくわ。焦るか。
あ、この骸骨についてる六芒星。確かあの杖のケースにも同じ六芒星があったよ。ふっふっふ、シュバリ、この六芒星が鍵よ。みんなわかってるわ。鍵を開ける前にもう一度家中を探索しています。謎の像からアイテムをゲットできたぜ。緑の宝石、綺麗だから持ち帰りましょう。個人的にはダメだぞ。そしてなぜかバグって固まってる T ちゃん。今回アイテム数多くないか。ほんとね、こんなに必要なアイテムを持ったことがないわ。これをどこでどう使うのか考えないといけないぜ。私、考えるの苦手。頑張れよ。まずはこの六芒星をあの杖のケースに使ってみましょう。開け。よし、これで杖が手に入った。早速降りましょう。どうやって？ん？あの狼の像の牙が光ったような。取れた、この牙も何かに使うんだわ。どんどん使うアイテムが増えていくんだぜ。あ、包丁があったよ。これで杖を真っ二つにできるわね。したのはいいけど、どうしようこれ。お、いいアイテム持ってるね。その集めたアイテムたちを圧死にくださいな。え、あ、はい。あんた、怪しいもんだとばっかり思ってたけど、あのお方の協力者だったんですね。まあねー。そのアイテムと杖を合成させれば魔法が完成しますよ。折れた杖だからどうなることか。あとは狼の牙と魔女の髪を。これ唐辛子じゃなくて髪の毛だったんだね。これで準備は整いました。クックック、どんなものでも哀れな姿になりましょう。この杖を元あった場所に戻すのよ。まさかこの杖が一度折れた杖だと思いもしないだろうね。さあ影でどうなるのか見てよう。吸血鬼よ、豚になれ。豚肩ロース。え、なに私が豚になってんじゃねえか。吸血鬼よ、ネズミになれ。豚肩ロース。おい、そっちじゃねえ。また私がネズミになってるし何これ。ハリポタでも折れた杖で大変なことになるのあったよね。折れてないのになんでなのー。くっそー、緊張か。私知らず知らずのうちに緊張してるのか。豚肩ロース。ん、何も起こらなくなったぞ。一体どうなってるの。え、何。うわー、ババー、失礼な、貴様もババアじゃろうが、わしの眠りを覚ましおって、呪いじゃー、あんた勝手に起きてきたんでしょうが。吸血鬼との対決ではなく、ババア同士の戦いになりました。このバレンタインデー、ミスティの邪悪なマッチメイキングの方法はちょうど彼女を後ろで噛むようになるかもしれません。相変わらず何を言ってるのかさっぱりだわ。あのばあさん、バレンタインデーにもどうせ何か悪さをするんだろ。それではスタート。うっふ、バレンタインデーはスペシャルなティーちゃんになるし。ぷっくん、小悪魔ティーちゃんよ。お食事中の皆さん失礼しました。私の鼻つやに当たった人は、目の前のものを無条件に好きになるわ。君ってなんて可愛いんだ。え、大好きだ。あ。ハニー、君はもう少し注意深く。なんて素敵なの、運命の人だわ。え、おっさんを見たのに別の人を好きになった。おっさんのことはもうすでに惚れてたから見てもなんともなかったのかな。ばあさんに惚れられたあの人、かわいそうだぜ。今回はあの人を救うのが目的なのかしら。あのたくましい殿方、あの人と絶対に結婚するわ。おっさんを味方につけてばあさんを止める。いやいや、あのおっさんに言ったって子供の言うことだし信じちゃもらえねえだろ。目的を確認してみよう。ミスティに何か強いものを飲ませて、彼女は自分のマークを逃します。強いものを飲ませる。このガソリンとか、どうやって飲ませるんだよ。とりあえず何か飲んでくれそうなものを探そう。飲み物といえばキッチン。マグカップ使えそうじゃない。ん、こんなミキサー、見たことないな。このミキサー、何かに使うからあるんだろうな。あ、庭にイチゴがなってる。イチゴも使うの、ティーちゃんにイチゴとかもったいなくない。とりあえずイチゴも持っていこう。これどうしたらいいんだろう。完全に手詰まり状態だな。これ、もしかしてコーヒーメーカーを掴むんじゃなくて、コーヒーメーカーを触らずにコーヒー豆を使うんじゃないの。この黒いコーヒー豆でいいかな。あ、ストロングって書いてあるぜ。エナジードリンクコーヒーを作ってあげるわ。お、成功成功。次は、コーヒーを入れるボトルが必要みたいだぜ。ボトルなら確か、その辺に置いてあったわよ。あ、あったあった。これでコーヒーを入れたら完成なのか。コーヒーでティーちゃんの暴走を止められるのか不安だけど。ミックスザコーヒー。コーヒーとイチゴを混ぜろってことか。コーヒーとイチゴ、なんでわざわざ混ぜる必要があるんだろうか。ほんとや、何しとるんじゃ。せっかく作ったのに見つかったー。もう最初からイチゴを取っておきましょう。コーヒーが苦すぎるからイチゴで甘くするのかな。スムージーみたいになりそうね。
D ちゃんにスペシャルドリンクのプレゼント。今度こそ飲んでもらうんだ。やばいな、ばあさんがキッチンに降りてきそうだ。急げ急げ。これって、作りかけでも大丈夫よね？あの T ちゃんのことが縛れないでしょ。あれ、おかしいね。どうしてコーヒーができているんだい？泥棒猫でも入り込んだかね。何度やっても T ちゃんに邪魔されるんですが。どうしたらいいのよ。このおっさんいつも寝てるじゃない？ん？なんだこの紙は。何かの暗号、パスワード。ちょうど T ちゃんの PC が開いてあるじゃない？さっきのメモはパスワードだったのか。でも特製ドリンク作りに関係あるのかな？これ、ミキサーの蓋だぜ。なるほど、キッチンにあったミキサー、蓋がなかったのね。蓋をここで注文しなかったらイチゴと混ぜ合わせることができないようになっていたんだな。今回簡単そうで結構工程あるじゃん。しかももう届いてるし。さすがはアマゾンプライム、早いわ。いやプライム以上だろこれ。これで作った激苦コーヒーとイチゴを混ぜられる。まずは強力なコーヒー豆を使ってコーヒーを作ります。そしたらコーヒーとイチゴをミキサーに入れましょう。あ、そうそう、ミキサーにはあらかじめ氷を入れてあります。Tちゃんは猫舌なので冷たいコーヒーにしましょう。初耳なんですけど。そして先ほど注文したミキサーの蓋を使って混ぜ合わせれば、特製ドリンクの完成です。はい、Tちゃん飲んでね。いや、直に渡して飲んでくれるか。え、じゃあこれどこに置いておけば。やべえぞ、ばあさんがキッチンの方に向かってる。どうしようこれ。ん、なんだか物音がしたようだけど。おかしいわね、キッチン片付けておいたはずなのに。あとはこのドリンクを置けばいいだけなのに。どこよ、どこに置いたらいいの。誰だい、私の家を歩き回っている泥棒猫は。やばい、またバレちゃう。残念だけど、今回も失敗。まあ一度できたことだし、次こそ終わらせてやる。冷静になって考えてみたら、ボトルが元あった場所に戻しておけばいいんじゃないか。あ、それもそうね。じゃあキッチンを出たところに置いておくことにするよ。はい、これで完成。今度こそ T ちゃんの目を覚まさせてあげるんだから。このドリンクに一体どんな効果があるのか気になるぜ。はい、ここに置いておくから飲んでね。私たちは家の外で様子を見ていましょう。ごくごく、ごくごく。爽やかだわ。さあダーリンも私のことを好きになるのよ。おー、素敵な殿方、これで私たちは両思い、結婚よ結婚。あの飲み物の効果なかったの。私たちの愛は誰にも邪魔はできないわ。あの顔夢に出てきそう。さあダーリン、私たちの新しい一日が始まるわよ。小悪魔ばあさんほどきついものはないわね。ダーリン、もう離さないわよ。I love you。あの矢は鉄球に当たっていたんだ。ドリンクの効果が謎だけどうまく妨害できてよかったわね。なんで私が鉄球なんかに。フランシスの提案をさらに壮大なものにしましょう。その価値のためにミスティはとにかくそれに良いリングを持っていませんでした。今回はフランシスが関係してるってのは分かったわ。それしか分からないんじゃ何をすればいいのか分からねえ。とりあえずスタートしてみましょう。ハニーに今日は僕の気持ちを伝えるんだ。でもただ伝えるんじゃつまらない。とっておきのサプライズをするぞ。え、気持ちを伝えるって？このドローンを使って愛の告白だ。なるほど、このドローンを妨害するのが目的ね。愛の告白を邪魔して申し訳ないがな。早速ドローンを探そう。ドローンって、発売されたばかりの時大人気だったけど、今は一般家庭じゃ買わないのかしら。まあ勝手に飛ばしちゃいけない条例とかがあるから買っても無駄になっちまうんだろうよ。マリサの家を盗撮するの面白いけどな。お前なんてことしてくれてんだ。フランシスが用意していたあのドローン、結構な大きさだったね。あのサイズならすぐに見つかりそうだけど。なんかダーリンが今日は出かけないでくれって言ってきたわ。どうしてかしら、何かサプライズでも考えてくれてるのかな。勘が鋭い。いやそんなわけないわね。あのダーリンがサプライズなんてありえないわ。どんだけ期待されてないの。そもそもそんな大事なドローン、この家に置く。確かに、Tちゃんに見つかったら大変だし私だったら自分で持っているかな。でもどこでも無防備に寝るあのおっさんだ。この家のどこかに置いておくだろう。そうだ、あのおっさんはそういうところあったわ。いつも何かしらのものがある作業部屋には何もないね。あ、家で一日中ロロしているだけなんて暇だわ。一度も出かけてるの見たことないんですけど。あ、洗面台にいつもの除毛クリームとカラー剤があるわ。昔は T ちゃんをハゲにしたこともあったね。シャレにならねえいたずらだ。2階にはドローンらしきものはないね。それなら次は1階を探してみましょう。ドローンさん、どこですか？ここですよここ。それは幻聴です。そもそもあのおっさんはどこに行ったのかしら。
まだ何か準備するものがあるんだろうか。せめてどこにドローンを置いたか書き置きのメモでも置いてくれたら。ばあさんが見たらどうするんだ。あ、謎の水がある。一応取っておこう。ドローンにかけて故障させられるかも。ん？なんだこの紙。もしかして宝の地図？確かに宝の地図にも見えないこともないね。いや、これはおそらくドローンの軌道だろ。フランシスがどうやって操作するかメモしたんじゃないか。こんなところに貼るなんて間抜けだけどね。そういえば冷蔵庫に貼ってあった謎の地図は何なのかしら。宝の地図かもしれないし、ちょっと敷地外に出て見に行ってみようかしら。この倉庫には何かあるかな？お、見慣れない白いボトルがあるぜ。スーパーグルー、強力接着剤ね。あとは見てないのは地下室だけ、行ってみよう。困った時は地下室。ここにあればいいわね。もしかして、これじゃない？この頑丈さ、間違いない。これがドローンよ。くそ、南京錠を開けないと取り出せないようになってるぜ。これで開かないかな？いや、力技。あれ、そういえば？倉庫で鍵らしきものを見たわよ。え、本当に？霊夢を信じてもう一度倉庫に行ってみよう。ああ、本当に鍵がある。ふっふっふ、霊夢ちゃんお手柄ね。これであの南京錠を解錠できるぜ。そういえば、地下室は危ないから近寄るなってダーリンが言ってたわね。地下室に危ないものを置いたつもりはないけど。言いつけをちゃんと守るなんてティーちゃん実はいい子説。いやそれだけでいい子にはならねえだろ。人に出かけるなって言っておいて、自分は出かけてるんだから困った人だわ。あたし、この先あの人とうまくやっていけるのかな。急な恋の悩み。あたしももう年だし、わがまま言えないのかもしれないけど、イケメンで髪がふさふさな男性に憧れがあると言ったら嘘になるわね。フランシスが聞いてたら泣くぞ。あと高身長で家事全般やってくれて優しい高所得の年下。わがまま言いたい放題だな。やったー、これでドローンを操作できる。ふっふっふ、どう改造してやろうかしら。内部の基板をめちゃくちゃにしたらいいのか。さっきゲットしたアイテムは使えないかな。あ、接着剤は使えるわよ。いや量多いな。あれだけで壊れたんじゃねえか。次はパープルボタンが必要みたいよ。パープルボタン、そんなものあったかな。そんな時はヒントに頼りましょう。パープルボタンはミュージックルームにあるってよ。え、ミュージックルームに、ボタンなんてあったかしら。もう一度よく探しに行こう。元からついていたボタンからして、かなり小さいわよ。小さいアイテムは探すのが大変だぜ。ボタン、ボタン。あ、これかな。これよ、このボタンをドローンに配置すればいいんだわ。よし、これでいいだろう。次はコードを入力しろって。そんなこと言われてもわからないよ。そういう時もヒントの出番よ。コードはフランシスのジャケットにあるってよ。そもそもフランシスのジャケットがどこにあるんだか。ジャケットは玄関の近くだって、こと細かに教えてくれてありがてえな。あ、あったよ。どれどれ。紫と青とオレンジと黄色と緑がドクロ。これだ、この順番にあのボタンを押せばいいんだ。ハートだと成功しちゃうからドクロのやつを入力するのよ。ふっふっふ、今回もかなり手の込んだ仕掛けだけど、これでフランシスのサプライズは大失敗させられる。それじゃあ遠くから眺めていましょう。ハニーに今日はとっておきのサプライズがあるんだ。これをこうして。よし、これでバッチリだ。ハニー見てくれ。え、結婚。いやー、なになに。ちょっとこのドローン何よこれ。乗った。おいハゲこれどうなってんだ。あたしへの当てつけか。ミスティの簡単な掃除ルーチンを本格的な鳥の攻撃に変える。え、鳥の攻撃。鳥の攻撃って全然想像できないんだが、どういうことなのか早速見てみましょう。うちの煙突掃除をしようと思うのよ。そのために滑り止め付きの靴を購入したわ。いやいやそれでも危ないんじゃないかということらしいので、靴をなんとかしろってことでしょう。いやこの少ない情報でよくわかるな。もう何度もやってるからティちゃんが何をされたら嫌がるかわかってきたよ。でもミスティの帽子を探せってことらしいぜ。あ、倉庫のドアが開かないようになってる。なんだこれ、何かで固められてる。ここまで頑丈にしてるってことは、この倉庫には何か隠されているに違いない。あそこまで頑丈に固めるのは初めてだな。あれ、この靴、さっき見せていた靴じゃない？なんか滑り止め部分が取れちゃったんだけど。取れるってことは、何か細工をするんだろう。でも今回は靴だけじゃなくて帽子も必要みたいですが。何もわからないところからアイテムを探すのって結構楽しいよね。姉ちゃん、もしかしてこのゲームの面白いところ無理やり言おうとしてない？いやいやそんなことマジでないって。本当に家中を探し回るの楽しいんだって。前回はダーリンのドローンで散々な目にあったわ。あのハゲ、今度何か企んでいたら別れてやるわ。
え、何そんなひどいことがあったの？ああ、ドローンを改造してミスティを乗せて壁に激突させたんだぜ。ひどいなんてレベルじゃなかった。まさかあのドローンにあんな耐久性があるなんて思わなかったよね。決して軽くはないバーさんを軽々乗せてたもんな。あ、帽子があった。あったのはあったが、この帽子どうすればいいんだ。あんな帽子、掃除の時に被るなんて変わってますね。この T ちゃん帽に何かをするんだけど、何をしたらいいのかわかりません。ということでこのゲームはこれにて終了。不明よ。帽子に細工できそうなものを探しに行くしかないね。あれ、地下室に何かあるよ。バードシード。これ、鳥の餌じゃねえか。ああ、鳥の餌をあの帽子に巻いておくんだ。なるほど、早速帽子に巻いてこようか。おかしいね、私の靴が外れてるじゃないか。あの子供のせいだね、二度と来るな。靴でバレたー。靴の留め金を外しただけで気づくんかい。あのばあさん、子供が家中を歩き回ってるのは気づかないのに、ちょっとの私物の変化には気づくんですね。ふう、これで私の靴は大丈夫ね。今度またあの子供が来たら鳥の餌にしてやるよ。恐ろしいばあさんです。でも残念だったな、この餌を巻いてしまえばこっちの勝利。悪いね、これでゲームクリアだ。この帽子に鳥の餌を。なんだかシュールな光景だぜ。でも、靴はどうすればいいのかな。金具を外しておこう。これで煙突掃除中の T ちゃんは鳥に襲われるぞ。あらやだ汚い、固有の帽子なのに汚れてるわ。これだけじゃダメなの。帽子に鳥の餌を巻くのは正解だったんだろうが、あの靴をどうにかしないといけなかったんだぜ。下手に金具を外すとすぐに気づかれますから、まだ外さない方が良さそうですね。やっぱりあの封印されていた倉庫が関係しているのかな。開かないドアなら強引にバールでこじ開けたらどう？子供のやることじゃねえ。ダメだ、何も反応しない。困ったなぁ、別の方法をまた探すしかないぜ。ヒントにもドアの開け方が出ないんだよね。あ、なんか指示が出たよ。氷を溶かす方法を探せってよ。え、これ凍っていたの。それなら簡単だ、お湯をかけて溶かせばいいんだよ。ってことはキッチンか。お湯ならポットとかに入っていそうだな。わからないのでヒントを確認したら、ろうそくを使えとのことだったのでろうそくを持っていきたいと思います。火がついてないが、これで溶けるんだろうか。勝手に着火して溶けました。あ、なんかペンキがあるよ。ペイントボールで靴をペイントしろってよ。あ、これペンキじゃなくてペイントボールだったんだ。コンビニに置いてあるやつだよね。2色あるんだけど、これって混ぜちゃう感じ。せっかくだし混ぜちゃおう。何がせっかくなんだろうか。不審者対策にペイントボールを買ったんだけど、実はあれ、ただのペイントボールじゃなくて踏むと滑るのよね。なるほど、これを塗れば煙突掃除でつるっと滑るってわけか。今回も随分と手の込んだいたずらだぜ。さあこの特製カラー剤を靴にたっぷり塗っておきましょう。ふっふっふ、もう二度と煙突掃除なんてしたくなくなるさ。まったく、大体ダーリンが煙突を掃除すれば私がやらなくてもいいのに。高所恐怖症だとか言って、困った男だわ。まあでも、元はこのうちは私のうちだし私がやるものよね。ばあさん結構偉いじゃねえか。あ、やっぱあのガキにやらせようかしら。全言撤回だ。さあ仕掛けはバッチリ、T ちゃんはどうなってしまうのか。さて着替えて煙突掃除でもするかねえ。ゴシゴシ。ん、なんだいこの鳥は。やかましいねえ、しっし。私は巣を取っているんだ、邪魔しないでおくれ。結構汚れてるねえ、これじゃあサンタクロースが入ってこれないよ。この帽子、別に被らなくてもよかったんじゃ。 T ちゃんは格好から入るタイプだから。いやー、鳥ー。雪積もってないのになぜか雪だるま。本当になぜ雪だるまなんだ。やったー、今回もいたずら大成功。クリスマスに関係があったのかは謎です。ほぼほぼ関係なかったな。フランシスのメイクを揺るがし、ミスティのおとぎ話の結末を台無しにする時が来ました。フランシスのメイク、あのおっさん、メイクをするのか。どういうことなのかお話を見てみましょう。今日は T ちゃんが主役のスペシャルパーティー。美しい私と美しいドレスでみんなを魅了するわ。たくさんのボーイフレンドができちゃうかも。ハニー、僕も行っていいかい。え、あんたが、冗談でしょ。頼むよ、おしゃれしていくからさ。あ、はいはい、わかったわかった。なるほど、だからメイクをするってことか。あのおっさんのメイクをモンスターみたいにしてくれって。モンスター、化粧する人は誰なの？あのハゲに自分でやらせたらろくなことにならないわ。腕の立つメイクさんを呼びましょう。メイクさんにメイクをしてもらうのか。何かメイク道具をおかしなものに変えればいいのかな。ファンデーションを泥に変えておくとか。知っていたずら。ん？拷問部屋にルーペ。
ダメだ、拾えなくなってる。でもこんなところに不自然よね。うん、普段ルーペなんてないもんね。あ、謎の布発見。何にこの布を使うんだろうか。英語が堪能なウプ主、ちょっと訳してちょうだい。いや英語全然わかんないよ。もしかして拷問部屋にあったあのルーペか。あー、これは掃除用の布だったんだね。まったく別々の部屋に置かないで同じ部屋に置いておきなさいよ。そもそも他人の家を隅々まで把握してるって恐ろしいことだよね。自分がばあさんだったらセキュリティめっちゃ強化してると思うんだぜ。やべ、久しぶりに見つかった。こらー、あの崖どこ行った。追い払っても追い払っても戻してくるんだい。ごめんね、ティーちゃん、これも仕事なんだ。どんな仕事だよ。さあこのルーペをきれいにしましょう。これでルーペが使えるようになったみたいよ。パズル、そんなものこの家にあったかしら。まだ見ていない部屋はバスルームと寝室。ん、何かあるな。これはティーちゃんのバッグ。早速物色させてもらおう。手口が完全にぬすっと。なんだろうこのメモ。これにルーペを使うんじゃない。どれどれ。最初の数字、なぞなぞ、緑の家のすべての果物を数えます。赤を引くと、一桁目が表示されます。緑の果物が12個で赤が8個。だから最初の数字は4だわ。2番目の数字、なぞなぞ、これは簡単です。だから、眉を潜めないでください。胸の数字を逆さまにして。やばい全然わからない。胸の数字ってなんだろう。とりあえず保留だな。3番目の数字、なぞなぞ、2番目の数字を1番目に追加し、次にそれを半分にカットします。次に、あなたを表せることができる男の顔に数字を追加します。4番目の数字、なぞなぞ、あなたはもうすぐそこにいるので、私は今、最後の数字がゲームの名前にあると主張します。あ、これは3じゃないかな。ゲーム名に3が入ってるしな。で、わかったのは最初と最後の4と3だけ。迷わず答えを見てきましょう。清々しいんですけど。で、この数字はどこで使えばいいんだ。困った時は地下室よ。何この謎のショーケースは。あ、ここにさっきの数字を入力するんだぜ。答えを見て、4673だとわかりました。何これ、雑誌。モンスターかヒーローものか。そういえば、フランシスをモンスターにしろって目的だったよね。それならこのモンスターの漫画雑誌を持っていきましょう。この漫画をメイクにどう使うんだか。メイクアップブックの上にこの漫画を置くみたいだよ。あ、あれじゃない？美容室でよくやる、これにしてくれってやつ。私があのハゲを少しでも素敵になるような雑誌を用意しておいたわ。私のパーティーでハゲを書かれたらたまったもんじゃないもの。ふっふっふ、ティーちゃんの準備をすべて無駄にしてあげよう。ほんととんでもねえことしやがるぜ。本日の一番の被害者はあのおっさんです。間違いねえな。あ、もしかしてこの雑誌かな。メイクさん、こんな感じでお願いしますね。さあ急いで家の外に出て様子を見るぞ。このカリスマメイク師の僕にかかればこのようなメイクも可能です。うん、完璧な仕上がりだ。パーティー楽しんできてください。ありがとうございます。そろそろ終わったかしら。ハニー、どうだい？イケメンだろ。おいこらてめえ、なんだその面は、ハロウィンじゃねえんだぞ。どうかな？鏡でその顔よく見てみろ。じゃあ、なんだこれ。おっさん、かわいそうに申し訳なかったな。ちなみに、ヒーロー漫画にしたらどうなるのかな？ちょっと見てみましょう。ティーちゃん怖がるかと思ったらめちゃくちゃキレてたね。ああ、予想外の反応だったぜ。今まで散々あのおっさんに迷惑かけられてるから、相当頭に来てるんだわ。はい、これで準備完了。フランシスはこの漫画でどう生まれ変わるのか。やっぱり元がいいから化粧のりもいいですね。どんな美女も放っておかないくらい素敵に仕上がりますよ。本当に。どんな仕上がりになったのかしら。変わったのか。別に変わってない。フランシスさん、さあ行きましょう。悪いねハニー、お先に行ってるよ。嘘ー、どんだけメイクの効果すごいの。ミスティは本当にボクシングのスキルを披露したかったのですか。彼女に自分の薬の味を与えましょう。何やら物騒なことをするみたいだな。学校の先生からどうやらボクサーに転身したみたいです。とりあえず彼女がどうなったのか実際に見てみましょう。いつから悪党のリーダーになったのかしら。百戦無敗のこの私に挑戦する愚か者は誰だね。ハニー、やめようよこんなこと。フランシスに。骨のねえ野郎だな。彼氏相手になんてことを。
付き合いたての頃はあんなにラブラブだったのに。まさか彼氏をサンドバッグにしてしまうなんて。フランシスが不憫に思えてきたぜ。で、今回は何をすればいいのかしら。フランシスの食べ物を破壊する何かを探せってよ。フランシスの食べ物を破壊する何か。わかった、フランシスに10年前の食べ物をあげればいいんだね。それじゃあフランシスが破壊される。まずは一つずつ部屋を確認していきましょう。そうだな、変わったものがあれば拾うぜ。でもボクシングに食べ物って、関係ないと思うけどね。そもそも何があってボクシングなんて始めたんだ。誰なんだろうあの二人。私たちがTちゃんから離れていた間、何かあったみたいね。さあこの部屋には何かないかなぁ。お、パソコン使える。使いませんでした。どんなアイテムか全くわからないから、何をどう探せばいいかもわからないんだよね。まずは戸棚とかなしに、大まかに探そう。大まかに探してなければ戸棚を攻めるのね。いつものミュージックルームには特になしと。このゲームで高確率にアイテムがある場所って、ミュージックルームと作業室よね。その作業室も今回は何もなしでした。まったくダーリンってばあんなに弱いとは思わなかったわ。いや彼女を殴るなんてできないんだろ。おお、見たことないアイテム発見。モップとバケツ、食べ物に関係なくねえか。あ、モップでフランシスの食べ物をぶちまけるんじゃない。それフランシスが悲しむだけで終わりだ。フランシスを悲しませるんじゃなくて、Tちゃんに仕返しをしてやる方法を考えないとね。うわぁ、なぜかTちゃんにバレたー。こらぁ、滝がそこにいるのはわかっているんだぞ。ちょ、あのばあさんなんでわかったのよ。うわぁ、とりあえず逃げよう。待てぇ。おそらく何かを感じたんだろうな、何かを。ふぅ、なんとか負けたわね。危なかった、Tちゃんしつこいからな。どこ行きやがったんだ、あのガキ。逃げるのに必死でモップを落としてたぜ。回収されなくてよかったわね。回収されたらここでゲームオーバーだったかも。さあ気を取り直してこのモップを何かに使いましょう。次は1階に行って何かないか確認してみよう。1階の玄関付近にTちゃんがいるので、先に地下室を見てみたいと思います。この地下室にもある時はあるのよね。何かアイテムが落ちていればいいな。ちょっと休憩休憩。体をしっかり休めないとね。ん？なんだろう。床が不自然にビシャビシャね。おい、ここでモップの出番じゃないか。水たまりの先に謎の宝箱があるわ。ダメだね、鍵がないから開かないや。と言ってもどこに鍵があるかわかりません。そりゃそうだ。何何かで箱を開けてダイナマイトを取り出そうって。まさか、フランシスの食べ物に、ダイナマイトを仕込むつもりなのか？それがTちゃんにどんな影響を与えるんだろう。爆散する彼氏を見せてショックを受けさせるとか、シャレにならねえ。お、これこれ。よ、日本一、心にもねえこと言うな。鍵といえばここだけど、猫の錠前に合いそうな鍵はねえな。大まかに探した感じだと鍵らしいものはなかったんだよね。それじゃあめんどくさいけど各部屋の棚の中を探しましょう。包み隠さず本音を言ってくるな。鍵、鍵出てこい。この家チェストが多すぎるだろ。ちょっとTちゃんに直接聞いた方が早くない？追い出されるに決まってんだろ。どこかな？小さいと思うから見落とさないように気をつけないと。もしかしてこれ、鍵で開けるんじゃない感じ？鍵がないんじゃぶっ壊すしかないわよ。このヒントのクローバーって何のことなんだ？ちょっと調べてみるわね。バールのことだわ。やっぱり無理やりこじ開けるのか。私たちの鍵捜索は何だったのか。もっと早く単語の意味を調べていればよかったわね。バールならあの宝箱の前にもあったよね。はぁ、英語をもっと勉強しておけばよかったぜ。でもこれでダイナマイトを入手する方法がわかったわ。早速宝箱、オープン。ダイナマイトがぎっしり入ってる宝箱とか世界一嫌だぜ。Tちゃんとフランシスがどうなるのか想像できないけど、指示通り、フランシスが食べる食事の中に紛れ込ませましょう。食事ならキッチンのテーブルにあったよ。どういうわけか紛れ込ませやすいホットドッグだぜ。さあ準備完了、二人の反応を陰から見守りましょう。さあダーリン、今度こそ私に勝ってみなさい。待って、ちょっとエネルギー補給を。ほら、本気でかかってこいや。ボッコボコじゃねえか。行くわよ、Tちゃんファイナルパンチ。よぉ。大変、さっき食べたホットドッグが。おえ、気持ち悪い。ちょ、待ってこっちに来ないで、あー。
だからミスティは彼女がアートコンペティションでみんなを騙すことができると思った。彼女だけがいるだろう。相変わらずどういう意味なのかわからないわね。みんなを騙すってことはまた何かを企んでいることは間違いないだろうな。一体 T ちゃんは何を企んでいるのでしょう。うん、さすがは名画伯 T ちゃん。このくびれ飛び棒、素晴らしいわね。これにはみんな、うっとりしちゃうわ。でもあと一工夫足りない気もするわね。もうちょっと手を加えてからお披露目しましょう。何やら自画像を描いているみたいね。相変わらず自信満々だぜ。あーはっ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 は。今回の目的は、あの絵画に何かをすることです。あのばあさんがひっくり返る姿が容易に想像できるぜ。じゃあ早速カッターを持ってあの絵を切り裂きに行きましょう。それじゃあすぐにバレるだろ。まずは役に立ちそうなものがないか、いろいろな場所を見て回りましょう。そうだな、使えそうなアイテムを見つけよう。いつもの倉庫には何かあるかな。あれ、これなんだろう。これって、壁に打ち込めるタイプのホッチキスじゃない？そうだな、これをおそらくあの絵に使うんだろう。でもさ、ホッチキスって言ったら何かを止めるものだよね。絵に止めるものが必要ってことね。引き続き他のアイテムも探そう。ベッドの上に何かあるよ。ティちゃんにしては可愛いテディベアね。近くにカッターがあるってことはまさか。クマちゃん、ごめん、悪いのはティちゃんだから。知って言い分だ。で、これに何をすればいいの？わからん。あのクマちゃんに絶対何かをすると思うのよねー。咲いたってことは、中に何かを入れるとかか。でもそれに関係ない気がするんだよねー。そうね、あのクマちゃんを絵にくくりつけたところでそこまで手の込んだいたずらって感じじゃないし。なんかダサボそうとかするねー。まずい、2階に上がってきてるぞ。見つかる前に一旦ここを離れましょう。うん、どうして私のクマちゃんがこんなことに。やり直し。なるほど、あのクマを破いたらミスティが来るんだな。ここで早めにヒントを見ちゃおうかな。なんなら答えを見ちゃいましょう。それじゃあ面白くねえだろうが。糊の箱を探せ。糊、絵に糊を塗れってことなのかしら。その糊がどこにあるかわかればな。なるほど、勉強部屋ね。ほんと親切丁寧。あ、あったあった。うわあ、強力すぎててがあ。何やっとるかこのガキー。速攻できたあ。あ、こぼれてないボンドあったじゃん。こんなん初見殺しだよな。今度は大丈夫、もう捕まらないんだから。どうやらあのクマを使うみたいだから、カッターじゃなくてハサミを用意したぜ。あのカッターも初見殺しのための罠だったのよ。なるほどねー、今回は初見殺しが多いねー。 T ちゃんのやつ、なかなかずるいことしてくるじゃないの。さあクマちゃんルームにやってきました。クマちゃんごめんね、恨むなら T ちゃんを恨んでね。おお、綺麗に目だけくり抜けたぜ。あ、もしかして、この目を T ちゃんの自画像にくっつける感じ。正解っぽい。体操で判断できるの？ふぅ、やっぱり T ちゃん体操は体にいいわ。これをバズらせて体育の時間に必ずやらせるようにしたいわね。謎の野望があるんだな。よし、いなくなったから絵に細工をさせてもらいましょう。まだ何も細工はしていません。すげえ失礼。ここにクマちゃんの目をくっつけると。もう面白い。ここからまだ何かするのか。ホッチキスが使えないってことは他のアイテムを探してこないとダメね。ゼリー状のスティック、しかも牛。なんだろう、食べ物かな。それならキッチンを物色してみましょう。今日の晩ご飯はあれにしようと思って取っておいたのよね。私の大好物の牛タン。牛タンか、なるほど。でも絵に牛タンって、どういうこと。単純に牛タンをティーちゃんの自画像の口に貼り付けるんじゃない。すごい安直ないたずらだが、こんなの思いつかねえよ。あ、これだこれ。冷蔵庫にあったからもう解凍済みってことね。で、この牛タンをくっつけるのにホッチキスを使うのか。こんなことをするなんて最初は思わなかったわ。この牛タンをティーちゃんの口にくっつけて。くっつけないとこういうことになります。こんなん吹き出すわ。さっとつけてカチッとつける。この顔夢に出てきそうなんだけど。はい完成、より美しくなりました。さあ T ちゃんが来る前にさっさと退散しましょう。そうだね、どんな反応をするのか楽しみだよ。もう一度絵を確認してみましょう。はあ、何よこれ、さてはあのガキだな。こんな絵、みんなに見せられるわけないわ、もう一度描き直しね。そんなー。なんでダメだったのかわかりました。最後にこの白い布を描けなかったから T ちゃんにバレてしまったんです。このゲームそういう細かいところあるあるなのよねー。まあ冷静に考えたら丸出しじゃバレるよな。
ちゃんのことだ。最後の確認をしないでみんなに披露するのでしょう。これを見ると確認する重要性がよくわかるわ。それじゃあ私たちは隠れて様子を見ていよう。みんな、今日はよく集まってくれたわね。芸術の秋に、私の自画像を描いてみました。どうかしら。なんでこんなことに。違うの、これは私じゃないじゃあ。もういや。やったー、今回もいたずら大成功。ミスティがスヌーカーチャンピオンだと思っていますね。このいたずらの後、彼女はヒステリックになります。スヌーピー、スヌーカー。スヌーカーはビリヤードの原点と言われているゲームだぜ。いつの間にチャンピオンだったんだ。常にあのばあさんはヒステリックだけどな。それじゃあ早速やっていきましょう。私くらいのレベルだとスヌーカーだってうまいのよね。よく狙って繊細に。ほらほらこんな感じよ。ずる。誰にでもわかる不正をしております。おお、これぞミラクルプレイよ。雑、不正がすごく雑。来月の大会に出たら確実に優勝ね、楽しみだわ。こんな不正をしたらダメなことをわからせてやりましょう。今回はばあさんが使う道具に細工するんだろうな。ボールか台か棒に仕掛けるかね。いつものように何か使えるものがないか探すところから始めよう。じいちゃんってほんと何やらせても完璧にこなしちゃうんだな。あれのどこが完璧なんだか。じいちゃんに真面目にやろうという気は全くありません。いつもの倉庫には特に変わったものはなかったぜ。じいちゃんが1階にいるので、先に2階から探索していこうと思います。最近堂々と2階に謎のアイテムって置いてないわよね。そうだな、意外とわかりづらいところにある感じだぜ。私の使っているあの棒、やっぱり特注だから手に馴染むのよね。なんだろう、これ。ヘアスプレー、見たことないものだけど、手に取ることはできないわね。何かのアイテムを組み合わせないといけないのかも。それか前回みたいにフェイクアイテムか。このゲーム、ステージ進むごとに難しくなっているのよね。そうそう、引っ掛けとかあるから油断できないよ。2階は特になかったので、1階に降りてきました。あれ、じいちゃんこんなまがまがしい棒を使ってたっけ？よく見たらごっつい蛇の頭がついてるな。こんなのどこぞの悪役が持ってたな。ついに細工ができるかと思ったら触れないわね。今回触れないもの多くないか。杖に細工するんじゃないのかな。こうなったら拾えるアイテムをじっくり探すしかないぜ。あれ、このカゴ、取れる。お、本日ようやく新規アイテムを拾えたわ。スヌーカーとカゴ、関連性が見つからねえ。あ、カゴを立てかけてその中に餌を。ばあさん捕まえてどうすんだ。あ、じゃあ玉をカゴの中に集めてそれをゴロゴロっと。絶対そんな使い方じゃねえ。地下室に何かあればカゴの使い道がわかるかもね。本当にカゴだけなの？カゴだけで今回どうにかしろってすごいハードル高いぜ。ちょっと本当に他に何かないの？ちょっと落ち着いてよく探そう。なんか裏庭にいる。じゃあ、これヘビじゃねえか。あ、カゴを地面に置けたわ。わかった、ヘビだ。このヘビをカゴに入れるんだ。おいおい、そんなこと言ったっておとなしく入ってくれねえだろ。確かにおとなしく入ってくれなさそうね。ヘビをカゴに。笛だ。笛？そう、蛇使いがやってるあれをやるんだよ。あ、それで誘導してカゴに蛇を入れるのね。そういえば簡単だが、実際にできるもんなのか。できるよ、このゲームの子供は何だってできるんだから。じゃあ笛を探せばいいのね。ガチといえばこの部屋、ミュージックルームにあるはず。あれ、これ笛じゃないか。こんなところにあったのね、この部屋に探索に来たのに全く気づかなかったわ。これで蛇を。操れるぞー。どんだけやりたかったの？カゴに蛇を入れたとして、それをどうするつもり？考えてなかったんかい？蛇捕まえたらどうしよう。未だにスヌーカーとの関連性が見当たらねえ。あ、そういえば、スヌーカーの棒に蛇の頭がついてなかった。あ、もしかしてその棒と入れ替えるのかな？でも生きてる蛇だぜ、入れ替えたらすぐにバレるだろ。そうね、本物の蛇を棒に似せて見せる方法を考えないと。すごいな、本当に成功しちまったぜ。蛇が手に入ればもうこっちの勝ちみたいなもんよ。次は蛇を固く凍らせる何かを見つけて。なるほど、蛇を凍らせるのか。凍らせれば棒と勘違いするかもね。今回すごいわ、全然関係ないアイテムからいたずらを仕込んでる。てっきりボールか棒に細工をするのかと思ってたな。
どんどんいたずらのレベルが上がっているんだぜ。冷凍庫で蛇を凍らせたらいいのかしら。でもそれじゃあ何時間もかかるんじゃないか。そうねー、瞬間冷凍ができればすぐに交換できるんだけど。そんな時はみんな大好きヒントを見てみましょう。なになに、ヘアスプレーを使え。ああ、あのヘアスプレーか。拾えなかったのには訳があったんだわ。ヘアスプレーで凍らせるなんてアイディア、普通は思いつかねえぞ。いやあ、私ってばやっぱり天才だわ。ヒントでカンニングしたんだろうが。ありました、これをヘビに使います。ヘビくん、ちょっとの間眠っててちょうだいね。しばらくしたら解凍されて元気に動くことだろう。ふっふっふ、最強の棒の完成だ。ちょ、手づかみで大丈夫かよ。大丈夫大丈夫、すぐに交換してくるから。さあ本物のヘビと交換しましょうね。これで気づかないもんなのか。それじゃあティーちゃんの様子をこっそり見てましょう。よし、もう一度練習よ。あれ、棒は、一瞬でなくなったわ。じゃあ、なんでヘビだ。もしかしてさっきの棒じゃなくてヘビだったの。いやー、ヘビー。ごめんなさい、間違って悪かったわ。許してー。今回もいたずら、大成功です。ミスティはしばしば彼女の人生に火花がかけていると言います。彼女を助けましょう。いや、十分に足りてると思うけどな。なるほど、日常をもっと刺激的にしたいということね。そういうことなら我々にお任せあれ。それじゃあ早速スタート。うん、平和ねえ。でも平和すぎてなんだか。暇で退屈だわ。もっとこう刺激的な一日にしたい、充実したいわ。ちょっとダーリン、もっと庭をゴージャスにしてくれない？わかったよハニー。派手派手でゴージャスよ、わかった。うん、頑張ってみるよ。今回も彼氏のフランシスが手足のように使われております。あのおっさんは毎度毎度大変だな。このゲームで一番苦労している男です。まずは目的を確認しよう。エレクトリックソケット。エレクトリックソケットって電源ケーブルのことだよな。バチバチさせるつもりね。もうそれいたずらじゃない。電源ケーブルか、そんなもんどこにでもありそうだぜ。せっかくこんなに広い庭なのに何もないんじゃ面白くないわ。テーマパークのような派手な感じにして写真映えするように変えたいわね。最近ティーちゃん一切凝視してません。そう言われればそうね、毎日家にいるじゃない。やらかしまくっててクビになったのかもな。さーて、ゆっくり家の中を探索したいと思います。この家、毎度思うけど無駄に広いよな。フランシスと一緒に暮らしてないんだからもっと狭い家でもいいのにね。ティーちゃんは庭を散歩中なのでゆっくり探せます。電源ケーブル電源ケーブル。うちなんて太陽にあるのにこの家、全然落ちてないね。そもそもケーブルだけじゃビリビリさせられないわよね。あれ、見たことねえ化粧品がある。これも前回みたいに拾えないから、何かのアイテムと組み合わせるのかもね。謎のアロエ化粧水は一旦保留にしておきましょう。お次は問題の裏庭にやってきました。前回の蛇といい、ここに何かあればいいな。この巨大なアロエは何なんだろうね。水、蛇口から漏れてるけど、アロエはわからないけど、この水と電源ケーブルは関係ありそうだね。拾えるものはなかったが、おそらくここに機材をセッティングするんだろうな。その機材が未だに見つからない。地下室はどうかな？そうだ、キッチンにまだ行ってなかった。ここには何かしらあるはず。レモン、こんなもんいつも置いてないよな。このレモンを唐揚げにかけるわけですね。その唐揚げはどこにあるんだよ。あ、ミキサーが使えるわ。レモンをミキサーで絞って、レモン汁を作ります。でもそれを何に使うかはわかりません。うわ、見るからに酸っぱそうだぜ。このレモン汁を目薬の中に入れておけばいいんじゃない。悪魔のようなことを考えるな。お、これも見たことないアイテムだ。トースターか、ケーブルはついてないみたいだけど。あ、このトースターに接続する電源ケーブルを探せってことだったんじゃない。その電源ケーブルはどこですか？トースターはここに設置するんだろうというシミュレーションにやってきたぜ。そしてこのレモン汁はどうするのか、謎を抱えたまま次回へ、今回で解決するんだよ。あれ、この不自然なボックスは。ここからコンセントを入れるんだろう。あ、そうかもね、ここから電源を入れてトースターを水につけるんだ。トースターのことは解決したけど、このレモン汁をどう使うかがわからないわ。もしかして、このアロエジェルに。使えた。アロエジェルの中身を入れ替えるの。これが一体いつ使われるのか、今の私たちにはわかりません。とりあえずこれでレモン汁は解決だな。あとは最後に電源ケーブルを見つければ準備完了なんだけど。おい、いつものお得意のヒントに頼らないのか。それがさ、ヒントを見るのに必要な星が足りなくなっちゃった。なるほどな。
ヒントに頼れないんじゃ、自分の力で探し出すしかないわね。ちょっとちぃちゃん、電源ケーブルどこにあるの？こういう時に限って黙っちゃうのよねー。パソコンの近くにはねえかな。ついに見つけたー。マリサの勘のおかげで見つかったわ。普通あんなところまで見ないもんね。ん、今なんか誰かの話し声が聞こえたような。ちょっと、せっかく見つけたのにちょうど裏庭にちぃちゃんいるんだけど、離れるまでここでおとなしく待ってよう。ゆっくり体操しだしたよあの人。これがリングフィットよ。どう見ても違うんだが。これでシックスパックを手に入れました。冗談だろ。ようやくちぃちゃんが移動したのでセッティングしに行きます。今回もいろいろと手間がかかったわねー。ほんと、ここまで大変なことをしてるって仕掛けられてる方はわからないだろうね。ダーリンの野郎、ちゃんと庭を改造しているんでしょうね。さっきから随分と静かだけどあいつやる気あるのかしら。フランシスの代わりに私たちがエキサイティングな仕掛けをしてあげるわ。これはギャグ漫画の世界に生きているばあさんだから許されることだけどな。しっかりと漏電しております。ちょっとあれじゃあすぐにバレない。隠すものがなかったので、あとは運に任せましょう。なんか不安になってきたんだけど。それじゃあ隠れてちぃちゃんの様子を見ていましょう。はぁ、あ、もっとゴージャスにできないの？で、今度は水が出なくなったんだけど。おかしいな。なんでこううまくいかないのかね。結局私が自分でやるしかないじゃない。あべべ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 べ、ばば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 。よくある演出だわ。もうなんなのよ。大丈夫かい？すぐに薬を塗ってあげるからね。あらー、こんな痛い薬があるか。この役立たずだー。うおー。ぐは。なるほど、ここでレモン汁が刺さるわけだな。今回もいたずら、大成功。ミスティのアーチェリースキルは、火のようなアップグレードを必要としています。スヌーカーの次はアーチェリーかよ。今回はアーチェリーに挑戦するみたいだね。本当にアーチェリーなんてできるのかな？ダーリン、そこを動かないでちょうだいね。シュート。あわわわわわ。おお、ど真ん中。よし、これができれば次はもっと小さな的に行けそうね。くるみか、さすがにこれは無理だろ。やだー。なるほど、先生のアーチェリースキルを上げてあげないといけないわけがわかったよ。それでは早速いたずらのアイテムを探しましょう。アーチェリーの腕を上げるって、私たちができることなんだろうか。確かに、いたずらを仕掛けることしかできないもんね。でもさ、あの先生結構万能じゃない？もしかしたらちぃちゃん天才なのかもしれない。これで人間性がまともだったら超優秀だっただろうに。裏庭には何かあるかな？ここでアーチェリーしてたもんね。意外と現場に何かあることが多いんだぜ。めぼしいものはなかったな。こんな瓶、ここになかった気がする。でも拾えないから使えないアイテムなんじゃない？いや、別のアイテムを持ってくればこのソース使えるかもしれないぜ。そうなんですか。ああ、最近のアイテムはそういう使い方をするんだ。簡単にはいかないんですね。お次は2階にやってまいりました。外の倉庫にも1階にもなかったから残るは2階と地下室だぜ。これだけ広いと探すだけでも時間がかかるな。このゲームの8割がアイテムを探すことです。あのばあさんがわかりやすいところにアイテムを置いてくれればいいんだけどな。2階にもないんだけど。こうなったらあとは地下室だけだよ。今回本当にアイテムが見つからない。ミスティのキャビネットから鍵を見つけろって。キャビネット？キャビネットって棚のことだよね。家中のキャビネットを開けて鍵を探せってか。このゲーム、プレイヤーにとことん優しくないです。ここから探すことを考えるとすごく憂鬱だ。あまりにも膨大な作業なので、ヒントを見ましょう。鍵は正面玄関の近くだってよ。それだけわかれば十分だ。きっと鍵がかかっている棚にあるはずだぜ。あそこかな。あんな高いところにあった。あったのはいいんだが。これ無理じゃない？まさか、この鍵を取るのにも何かアイテムが必要。その可能性が濃厚だな。世の中ってそうそううまくいかないもんだね。まだ地下室行ってないよ。地下室だけが希望だぜ。なんだこれ？なんか物騒なものが置いてあるんだけど。あれ、この脚立、鍵を取るのに使えそうじゃない？確かに、でも丸太が置いてあって取れないね。おいおい、今度は丸太を切るものを探してこいってよ。はぁ、この近づいたと思ったら遠くなる感じ。またアイテム探しの再開です。
あれ、木に何か刺さってる。お、これもしかして斧じゃないか。やったー、これであの丸太を切れる。こんなところにあったとは、今まで気づかなかったよ。さあサクッと切ってしまいましょう。これくらいだったら別にノコギリでもいけたと思うがな。この脚立を使って鍵を取って、その鍵を。あれ、鍵どこで使うんだ。難しいことは考えないようにしましょう。考えることを放棄しやがった。ここに脚立を置いて。あれ、なんか滑っている気が。ほんとだ、登れねえ。もしかして、油がついてて滑ってる。ダメだ、油を拭かない限り登れない。どうしてこのゲームは探し物ばかりさせるのか。それは誰にもわかりません。もう何を探せばいいのかもわかりません。探すものがあるから探すのです。何を言ってるんだろうか。ああ、なんかあった。タオルか、周りと擬態してて今まで気づかなかったぜ。これはわざと擬態させましたね。これであの憎き油を落とせるよ。はあ、もうあのまま何も見つけられずに終わると思った。これで一歩進めたぜ。これで綺麗に拭いて、鍵をゲットします。絶対鍵がついてる何かがあるはずだ。あれ、あんな棚あったっけ？いや、見落としてたぜ。中に入ってるのは、コンタクト。まさかこのコンタクトをつければ百発百中とか。またあのばあさんはズルをしようとしていたんだ。あれさえつければ必中、アーチェリーの世界王者になれるわ。このコンタクトをチリソースにつけろって。絶対に目に入れちゃダメなやつ。鍵は一応回収しておきます。ティーちゃん、これをつければもっとアーチェリーが上手くなるだろうよ。とんでもないことが起こるだろうな。これで完了、元に戻さないといけないよね。ああ、きっとそのために南京錠が落ちたんだろう。最近ティーちゃん賢くなってさ、すぐに気づくんだよね。ちゃんと元通りにしておかねえとな。これをこうして、扉を閉めて鍵を閉めます。どうやらこの鍵も元の場所に戻さないといけないみたいだよ。これで偽装は完璧、あとは鍵で見守ろう。は、ハニーこんなこともうやめない。この最強のコンタクトをつければ必ず当たる。よく狙って。え、ん、あれ。目がめっちゃ痛いんですけど何これ。ああ、消火器に。うわあ。これはひどい。アーチェリーは引退ね。ミスティは斧投げのスキルを披露したいと思っていますね。アーチェリーの次は斧投げ？ティーちゃんの中で空前のスポーツブームが来ているようです。アーチェリーも危なかったが、斧投げなんて危険すぎるだろ。今回でもしかしたらティーちゃんが真っ二つになってこのゲームが終わるかもしれません。それじゃあ早速やっていきましょう。私は突然斧投げの才能に目覚めてしまった。抜群のコントロール。一撃に込めたこのパワー。そして超能力を使っているかのようなこの予測不可能な動き。うわぁ。自分でもコントロールできないじゃない。危うくフランシスが先に真っ二つになるところでした。あのばあさんに斧なんて持たせちゃダメだってことがよくわかったぜ。あの腕前なら私たちが何もしなくても勝手に大惨事になると思うけどね。今回は何かを細工して、妨害しろということです。とりあえずいつも通りいろいろと探索してみるか。早いところアイテムが見つかれば何をすればなんとなくわかるんだけど。前回、前々回の経験から裏庭もよく探そう。プールサイドの椅子もしっかり確認な。こういうしっかり確認した時に限ってないのよね。そういうものさ。それにしても今回どこもかしこも扉に鍵がかかってるんだが。いきなり防犯意識が上がったティーちゃん、何かあったのかしら。ゴキブリが入ってこないように鍵は万全だわ。家の周りには特になかったね。それじゃあ次は家の中を探索しましょう。最近このジムも何もない。コンセントのあった場所も何もなしか。このゲームで一番嫌なのは、クローゼットの中とか引き出しの中が一番嫌ね。理由は探すのがめんどくさいからです。2階は特になし、1階も目立つものがないぜ。なんか何もなさすぎて不安になってきた。置いてあるものすべてが使うものなんじゃないかって思っちゃうわ。え、フランシス。ちょ、あのおっさんもいるなんて聞いてないわよ。わざわざあのおっさんがここにいるってことは、あのおっさんに何かをするんだろうな。何をされたいんだ？言い方よ。催眠薬で眠らせるか、それ前にあったな。もしかして、フランシスが何かアイテムを持っているとか。ここまで探して何もないんじゃその可能性が高いぜ。あれ、謎の筒があるよ。なんだこれ、水筒みたいだな。3つあるけど、これどうせこの中の1つが正解とかでしょ。
これでフランシスを殴ってアイテムを強奪する。やり方がただの強盗。後ろから思いっきりやるわよ。なんで子供がここにいるんだ、帰れ。普通にバレました。あの筒は殴るためのものじゃなかったわ。そりゃそうだろ。でも、さっき壁に変な装置がついてるのを見たぜ。え、変な装置？あ、もしかしてあれ。そうそう、なんだろうなあれ。ちょっと見てみよう。ん、これは暖房。この家、温度調整できるようになったんだな。あ、家庭が進んだ。フランシスがジャケットを脱ぐのを待てって。やっぱりあのおっさん、何か持ってたのね。ダーリン、今日は車で来たみたいだけどどこに止めたのかしら。車、もしかして車の中に何かが。とりあえずあのおっさんを早く脱がしましょう。誤解を生む言い方やめろ。あ、来た来た。どこに向かっているんだ。なんか急に家が熱くなったな。はよ脱げ、はよはよ。そろそろどうかな。ちょっとジャケットをここにかけておこう。お、作戦通りうまくいったぜ。ここに鍵がなかったらすぐに見に行くんだけどな。あら、ダーリン、ここにいたのね。さっき誰かと喋ってなかった。ああ、あのいたずら小僧がいたんだよ。あのガキ、なんだってうちに出入りするんだか。ティーちゃんに気づかれたらやばいからね。落ち着いて行動しよう。よし、ジジイとババアはいなくなったわ。フランシスはティーちゃんほど追いかけてこないから、ある程度近くても大丈夫。お、やっぱり何かある。これは、車の鍵だよ。なるほど、ティーちゃんが言ってた車ね。車は庭にはなかったからおそらく道路に止まっているだろう。通りで家の中にアイテムがないはずだよ。どれどれ？トランクには何か？え、マグネット。あ、このマグネット、ヘルメットの中に入れろって。ヘルメットか、確か被って斧を投げてたよな。ヘルメットの前に、この鍵をジャケットに戻しておきましょう。あ、そうだね。最近そういう細かいところ気にするもんね。それにしても1階の玄関付近は安全な時がほぼねえな。じいちゃんさえどっか行ってくれれば楽勝なのに。あ、ようやく2階に行ってくれた。それじゃあ鍵を戻して、ヘルメットにマグネット押し込みましょう。ヘルメットって、どこにあったっけ？とりあえずはい。寒くなってきたな、キヨウ。あ、そういえば車の鍵がここに入ってたな。ふう、なんとか間に合ってよかった。1階と地下室には何もなかったから、あるとしたら絶対2階よ。霊夢を信じて探そう。これだ、周りと同化してて見過ごしてたよ。マグネットを早速仕込むぜ。こんなことして何の意味があるのかしら。あ、これも使えた。これカラースプレーだったんだな。見事にピンク色だぜ。よし、準備はこれで完了。見つかる前にここを退散しましょう。私の大好きなピンク色のヘルメットよ。私にさらなる力を与えたまえ。さあ戻ってきなさい。え、あれ。いやー、なんで頭を狙って飛んでくるの。なるほど、これがマグネットパワーか。いやー、危ねえ。ひー。あー、髪の毛が。髪、見てみな。そんな。ということで今回もいたずら大成功です。この乗馬レッスンが2、3の悪夢でミスティを残すことを確認しましょう。相変わらず何を言ってるのかいまいちわかりませんが、今回は馬が出てくるみたいですね。最近ティーちゃん、スポーツにハマっているみたいなんだよね。今回は乗馬か、うまくいく未来が見えないぜ。それでは早速やっていきましょう。馬をレンタルしてみたわ。賢い馬らしいから初心者にも乗りやすいってね。この機会にティーちゃんも乗馬にチャレンジ。いやん、恥ずかしいわ。ちょっと、なんで歩かないの。は、ハニー大丈夫。いきなり乗ったら危ないんじゃないの。ふん、私を誰だと思ってるの。必ず乗りこなしてみせるわ。ということだそうです。なるほど、乗馬ですか。フランシスの言う通り、初心者がインストラクターなしで勝手に馬に乗るのは確かに危険ですよね。今回の目的はあの乗馬を失敗させることなんだろうけど、そもそも何をしたら失敗になるんだ。馬が嫌がる乗り方をする。結構お馬さんはデリケートですからね。そうなるとミスティに何か仕掛けないといけないな。なんかテーブルに乗ってたけど、使うものかな。あ、これ見たことないアイテムですよ。こんなに早くアイテムが見つかるなんてついてるぜ。瓶の中に角砂糖を入れるのかな。こんなことして馬と関係あるんでしょうか。馬にこの砂糖を食べさせるとか。いや、それくらいで馬は暴れねえだろ。まあゆっくり2階を探索してみましょう。この瓶入り砂糖をうまく活用できるものがあればいいな。角砂糖じゃないんだけどさ、うちのひいばあちゃんが氷砂糖かじってたな。あれ梅シロップ作るときに使うものですよね。そう、それをガリガリと。雨だと思ってたんじゃないか。甘いですからね。トレーニングルームはどうかな。
この部屋も毎度おなじみ何もないぜ。現代の加工技術の高さを実感できるだけです。すごい合成だ。ばあさんの目には自分の姿がこう映っているんだろうな。おめでたい目を持ってますねー。このアイテムが置けそうなところはないねー。あれ、今ヒント見れないんですか？そうなんだよ、ウプ主が見まくったせいで星がなくなっちまったんだ。ヒントに頼れないのはかなり辛いんだよね。そうですか、自力で何としても探すしかないんですね。ミュージックルームにも時々隠されていることあるからな。今回は特にないかもね。この家、簡易的なジムがあったりミュージックルームがあったり、売りに出したら相当いい値段になりそうですよね。勝手に人の家を売ることを考えてやがる。さあお次は作業部屋にやってきました。なんだこの置物、こんなもんなかったぜ。でも触れないですし、今回は関係なさそうです。ここにも何もなかったか。まだバスルームと寝室が残ってます。そうだな、諦めずに根気よく探していこう。バスルーム、異常なし。あった、ブーツ3種類。またこれ、この中の一つが正解パターンだろ。もしかしてブーツの中にこの瓶を入れるんですかね。いや、そうだとしてもまだ入れられないよ。角砂糖の他に何かを入れないといけないってことか。よし、ひとまずブーツがここにあることは分かった。次は瓶の中に入りそうなものを探しましょう。裏庭もじっくり探すぜ。あ、不自然な丸太が積まれていますよ。どれどれ、近寄ってみよう。しかもこのアリ、ただのアリじゃないみたい。真っ赤なアリって、凶暴なアリじゃなかったか。おお、角砂糖に引き寄せられて瓶の中に入っていきますよ。もしかして、このアリをあのブーツに。これ何色にしたらいいんだろう。ここは缶で紫で。おいおい、缶で決めちまって大丈夫かよ。大丈夫です、こういうのはフィーリングが大事なんですから。じゃあ仕込んだから私たちは陰で様子を伺っていましょう。ふっふっふ、どうなるのか楽しみです。よし、今度こそうまく走ってもらうわよ。背筋を正して馬と呼吸を合わせて。ん、ブーツが新品だから違和感か。あれ、赤いブーツ履いてるぞ。アリを入れたのは紫のブーツだよね。はや、一気に行くわよ。飛べ。そんな、成功しちゃいました。この私にかかれば何でもできるのよ。あれ、今度は服の色が黒だね。おい、これもしかして、毎回服の色が変わって、同じ色のブーツを選ばないといけないんじゃないか。ああ、なるほど、そういう仕組みだったんですね。じいちゃん今回頭脳派じゃない。マリサさんがこの仕組みに気づかなかったら片っ端から色を試してるところでしたよ。いや、これはあくまで予想だからまだ確定では言えないけどな。今回は黒、今回は黒。黒いブーツにアリを仕込んで大失敗させてやりますから。じいちゃん今に見ててくださいよ。あの馬を暴れ馬にしてやりますから。アリの準備は OK、これを間違えないようにブーツに入れるよ。うちのプールを馬に乗って飛び越えるのが夢なのよね。さっきのはただの夢なんで今から現実をお見せします。夢扱いなんか。これだよね、真ん中を選択するよ。アリさんたち、行ってきてください。ひぃー、ゾロゾロ入っていくぜ。これで完璧、今度こそティーちゃんに地獄を味わってもらいます。さあ行くわよ。靴の中に何か入ってる。いた、いたたたたたたた。虫、何、うらー。いやー、馬が暴走してわー。殺してー。ドワー。やったー、今度こそ大成功。乗馬を舐めてはいけません。このジャベリンのレッスンは、後ろのミスティを噛むために戻ってくるかもしれません。ジャベリンって何？ジャベリンは槍投げのことだぜ。槍投げか、また危険なスポーツをやろうとしてるんだね。レッスンってことは誰かに教わるんだろうか。ちょっとムービーを見てみましょう。いい、ダーリン、私の動きをしっかり見ているのよ。よろしくお願いします、ハニー先生。じいちゃんがフランシスに教えるの。力をうまく乗せて飛ばすことが重要よ。おー、すごいパワーだ。まあね、私を見習って頑張りなさい。じゃあ、かっこいいわ。次は僕がやってみるよ、ハニー、見ててね。ふん、いいだろう。やってみなさい。なるほど、今回挑戦するのはティーちゃんじゃなくてフランシスなのね。毎度巻き込まれている男、フランシス。ミスティに憧れて槍投げに挑戦か。前回の乗馬もそうだが、どうして高難易度が高い競技ばかり挑戦するんだ。難易度が高いものに挑戦するチャレンジ精神は素晴らしいけどね。今回はフランシスに何かやらかしてもらう必要があるよ。まずはじっくりアイテムを探すことだぜ。それにしても、いつも失敗するティーちゃんが槍投げは随分と上手かったわね。確かに、やったことあったのかな。槍投げ経験者って結構珍しいと思うぜ。あ、久しぶりに槍投げしたら肩が痛い痛い。
そもそも一般家庭でやり投げなんてしていいのかよ。お、何かありました。何もやってませんし皆さんは何も見ていません。思いっきり的倒してきたよな。だ、大丈夫大丈夫、的倒したくらいじゃ何も言われないでしょ。そうだよね、風で倒れることだってあるもんね。さ、さあ気を取り直して探そう。あら、これって確かフランシスがしてたメガネよね。出た、拾えないパターン。こういうアイテムは別のアイテムを持ってこないと意味ないんだよね。めんどくさいんですけど。あのメガネに細工をしたらフランシスがやらかしてくれそうだね。ああ、なんとなくやるべきことが見えてきてよかったぜ。Tちゃんにフランシスだってやり投げがうまくできることを証明してやるわ。地下室には使えそうなアイテムはありませんでした。さあ今度は家の中にやってまいりました。見たことないアイテム発見。こんな小さいアイテム、よく見ないと素通りするぜ。何かしらこれ。ワセリン、意外なアイテムを拾いました。ワセリンって髪の毛自分で染めるときに染料がつかないように首に塗るやつ。そうだけど限定的すぎる。他にも使い道いろいろあるだろ。ハンドクリームみたいなもんだよね。続いておなじみ2階にやってまいりました。うん、なんか棚の上に乗っかってない。なんだこれ。黒板があるってことは、もしかしてチョーク。黒板に書くためのものなのに書けないわね。ここで使うんじゃなくて別のものに使うんじゃないか。そうかもしれないわね。使えそうな場所も探していきましょう。今回順調にアイテムを回収しております。毎回これくらいのペースだったらいいんだけどな。そうだねー、楽に探し出したい。 T ちゃんは毎回何を基準にしてアイテムを置いているのかしら。あれ、この前買ったボンドどこやったっけ。その辺にポイポイ置いてるんだろ。あれ、鏡の前に見覚えのないものがある。ひぃー、これも着たくないな。黒い、ひでえな。ワセリンにチョークに口紅、何の関連性もないわ。チョークがあるってことは何かを書くんだろう。もしかして口紅も書くのに使うのか。口紅で何かを書くってサスペンスの匂いしかしない。あ、また何かを見つけたわ。プールチェアに書けって。え、どうしてプールチェアなんだろう。理由はよくわからないけど指示してくれるだけありがたいわ。このチョークと口紅と青い染料は書くのに使うってのはわかったんだけど、ワセリンは一体どこで使えばいいんだ。そう言われてみると、もしかしてあのメガネに。メガネにワセリン。どういうことが起こるのかわからねえけどな。メガネにワセリン、塗ってみます。もしかしてこれをやることで視界がぼやけるんじゃない。あのおっさんならぼやけてても気づかずずっとかけていそうだぜ。メガネの準備はこれで完了かな。次はプールサイドの椅子に落書きしに行きましょう。さてどの椅子かな。これじゃねえ。椅子に落書きして何になるのかしら。ただの嫌がらせだよね。しかも乾かない染料だから触ったらつくぞ。お、ここだここだ。ちょ、ここに書いたら座った時にお尻に。ああ、なるほど、そういうことだったのか。これは的の絵だ。ミスティのお尻に転写するためにここに書いているんだぜ。ああ、そういうことね。ぼやけたメガネをかけてるから的を勘違いさせるのか。これまたとんでもないいたずらを考えたもんだわ。悪いなミスティ、もう準備が完了しちまった。さあここからミスティはどうなってしまうのか。我々はゆっくり影で見ていましょう。あら、せっかく設置した的が倒れているじゃないの。野良猫か風の仕業かしら。はぁ、まったく。もう、僕だってできるんだ。ああ、投げちゃった。やっぱりあのおっさんアホだったわ。予想以上にくっきり的になってる。ダーリンが自分で直せばいいのに。ん、あれ、なんかあの的動いてない。って、あれハニーか。お、僕はなんてことを。危なーい。椅子に座る際にはちゃんと確認しましょう。だからミスティは遊びたかったし、エイプリルフールは子供たちにいたずらをしましたか。それが裏目に出て、彼女が決して忘れないレッスンを彼女に教えることを確認しましょう。まったくわからん。何を言ってるんですかこのガキは。知って。おそらくだけど、エイプリルフールでミスティが子供を騙そうとしてて、それを逆手に取って、逆に痛い目に合わせようってことなんじゃないか。ああ、なるほど、そういう感じね。まずはあのばあさんが何を企んでいるのか見てみましょう。さてあのガキどもを懲らしめてやりましょう。超強力マグネットをあのケーキに仕込んだから、ケーキを食わせて動けないように鉄とくっつけてやる。え、そんなことが書いてあったの。許せないわね、計画をぶっ壊してやろう。超強力マグネットだって、とんでもないもの仕込むな。そんなもの知らずに食べちゃったら大変なことになってましたね。
計画書でこのことを知れてよかったよ。それじゃあそのケーキとやらをうまいこと無効化しちゃいましょう。あのガキどもにきついお仕置きをして私の恐ろしさを思い知らせてやらないとね。これでもう私にいたずらを仕掛けてこなくなるはずだわ。ふっふっふ、甘いねミスティ。その計画、もう知っているから引っかからないよ。そもそも計画書をよくゲットしてきたもんだ。計画書がなくなっていることに気づかないのもさすがです。最近よくアイテムが落ちている裏庭はどうかな。パッと見た感じは特に変わったものはねえな。それじゃあこのままキッチンに侵入してしまいましょうか。お、見覚えのないボールがテーブルに乗っかってる。何かを混ぜ合わせるのに使うんだろう。あ、ケーキ発見。このケーキに超強力マグネットが仕込まれているのかな。どうでしょうね、それにしては無防備な気がしますが。ん、今キッチンの方から音がしたような。やばい、一旦離れよう。ケーキからイチゴだけ取ってきたけど、これ何に使うんだ。お腹が減った時用のおやつです。いや食うなよ。とりあえず家中を探索してみて他のアイテムも探してみましょう。このイチゴもきっと後々すごい活躍をしてくれることでしょう。懲りずに悪さを続けるミスティもすごいけど、最近は子供のいたずらのレベルがめちゃくちゃ高くなってるよな。そうですね、子供が考えるいたずらとは思えません。そのうちこの家が爆散しそうなんですけど。あれ、何ですかね、これ。この形状、もしかしてクリームじゃないか。あ、そうだね、クリームも拾っちゃったよ。このアイテムたち、もしかして自分でケーキでも作るつもりでしょうか。もうケーキあるのに。何をしようとしているのか今回も全然予想できねえ。あれ、これもクリームですよね。ほんとだ、チリソースだと思って見過ごすところだったよ。白と赤のクリーム、ほんとにこんなのでミスティの計画を台無しにできるんだろうか。あ、このボールでクリーム混ぜられないかな。いけそうですね、ちょっと混ぜてみましょう。まずは白いクリームをボールに入れます。そして赤いクリームもボールに入れます。この二つを混ぜ合わせると、なんと不思議、ピンク色のクリームが出来上がります。できたのはいいんだけど、どこで使うの。それを探すのがマリサさんの役目でしょう。いつから私はそんな役目を任されるようになった。よく見るとこのケーキもピンクだね。こうなってくると本当にケーキを作り出しそうなんですけど。続いて2階にやってまいりました。なんだこのアイテム。金属製のものみたいですが、何に使えばいいのかわかりませんね。あ、隣の部屋にも何かあるよ。うわぁ、次元爆弾がついてるじゃねえか。この金属のアイテムと関係あるんですかね。あんなものを置くなんてどうかしてるよ。びっくりしたぜ。あれ、何の紙ですかね。どれどれ。爆弾を無効化、空色のワイヤーを切る。もしかしてこれ、爆弾の解除方法じゃない？青色の導火線を切れば解除できるってことですか？こんなわかりやすいところにメモを残しておくなんて、これ、どう見てもあのばあさんの罠じゃないか。罠だったら逆の導火線が正解ってことだよね。本当はミスティを信じたいところですが、悪事の数々からこれはちょっと信じられませんね。おーおーおー、やっぱり罠だったんだ。あのばあさん、マジで信用ならねえ。ミスティを信じてはいけないということが証明されました。爆弾まで設置して、箱の中には別のケーキが入ってました。ここまで厳重にするってことは、このケーキがマグネット入りなんじゃないか。そうかもしれないね。冷蔵庫に入っていたケーキは無害だから、きっとあのケーキとすり替えるんですよ。今回のいたずらの目的がようやくわかったぜ。純粋無垢な子供を爆破した挙句、マグネットで悪さをしようとした罪、たっぷりお返ししてやる。ピンクのクリームを作ってきたので塗って偽装しましょう。おお、冷蔵庫のケーキと全く一緒になった。完成したケーキを冷蔵庫のケーキと取り替えます。もちろんこっちのケーキの偽装も忘れてはいけませんよ。さすがのミスティもここまでされてるとは思ってもいねえだろうな。よし、これで準備は完了。あとは場所を入れ替えるだけ。ちゃんと怪しまれないようにドアも閉めて。結局この謎の金属のアイテムは使わなかったな。これが何だったのか、最後までわかりませんでした。それではどうなるのか、見てみましょう。さあ子供たち、ケーキを用意したから一緒に食べましょう。あ、食べちゃった。あなたたちももっと食べていいのよ。いや、もうお腹いっぱいです。そう、それじゃあそろそろこれでも使おうかしらね。これで二度と悪さができなくなるさ。あれ、ま、待って、何、どうなってるの。じゃ、大丈夫ですか。あ、強力すぎて飛行機にくっつきました。羽毛の騒ぎなしで、ミスティのイースターパーティーが完全な災害であることを確認しましょう。羽毛の騒ぎ？よくわからんが、ミスティのパーティーをめちゃくちゃにしろってことだろ。そういうことなら任せてちょうだい。
それではパーティーの様子を見てみましょう。ここをこうやって、丁寧に丁寧に。不気味なミニティちゃん像ね。愛を込めて可愛らしく。お、なかなかいい出来じゃない。あ、ハニー。どれどれ、後ろは。ん？チョコが溶けとるやないかい。ちょっと、これはどういうこと？溶けてるなんて信じられないんだけど。どうしてだろう。丁寧に作っているんだけどな。あ、もう、プロのパティシエにお願いすればよかったかしら。なるほど、部屋の温度が高かったのが原因ね。今回のいたずらの目的は、ミスティのチョコレート像を破壊することです。まあそうだろうとは思ったけど直球だな。早速どこぞの妖怪が入っていそうな桶を見つけたわ。釘とか入ってねえだろうな。大丈夫、中身は空っぽのただの桶でした。こんなに早くアイテムを入手できてついてるわ。なんか倉庫内の道具が増えているような。ん？ベンチなんてあったっけ？疑わしいものはとりあえず持っていきましょう。チョコの像だけを破壊するならこんな道具使わなくてもいけるような。確かに、回りくどいな。ただ壊すだけじゃティーちゃんを怒らせるだけで終わっちゃうからじゃない？ああ、痛い目を見せないといけないもんね。お、今度は赤い布、を見つけたぜ。これは形からして枕かな。真っ赤な枕なんてなかなかいい趣味してるじゃない。ちなみに私の枕はアリスの枕です。悪夢を見そう。枕の中にチョコの像を入れて、この枕をティーちゃんに使わせるのかしら。べちゃーってなるのは間違いないがそうじゃないと思う。裏庭は一通り探したので、お次は家の中を探そうと思います。前回みたいに複雑な仕掛けがないことを祈るぜ。え、前回大変だったの。うん、前回は時限爆弾解除したりケーキの偽装をしたり忙しかったんだよね。ひぃ、前回休んで正解だったわ。それにしても今回、どこにでも鍵がかかってやがる。普通におっさん寝てる。あんなに怒られておいてずぶといわね。枕交換すればいいのかな。こらー、何をする。交換方法が下手すぎたぜ。もしかしたら何かアイテムを使うのかもしれないから、一旦おっさんは保留にして、室内の探索を続けよう。うちのダーリンってほんとまだ抜けているわ。どうして完璧にこなせないのかしら。ルイは友を呼ぶのよ。今回キッチンには使えそうなアイテムは特になし。よし、次は2階だ。見落としがないようにじっくり見ていくわよ。それにしてもなんだか最近暑いわね。空調を止めてあるから動かした方がいいかしら。チョコレートを作るのって普通のお菓子作りより温度管理が難しそうだよな。そういえばさ、昔、湯煎が何かわからなくて、直接チョコにお湯をかけて溶かしてたことあったよ。それを湯で薄めてるだけじゃねえか。人間失敗して成長していくものだけど、うぷ主は未だに料理があれだから。それにしても2階には珍しく何もないね。こういうこともたまにはあるんだな。ダメだわ、2階の探索はこれで終了ね。あ、そういえばチョコの像の部屋に行ってなかった。エアコンをいじれるかもしれないぜ、行ってみよう。確かこっちの部屋だったよね。あら、こんなところにヒーターがあるわよ。ほんとだ、今までこんなもんなかったのにな。ネジが光ってる、これ外れそうだね。ベンチじゃ無理だからスパナを探して持ってきましょう。このチョコレートには何もできないみたい。地頭で真っ二つにしてやりたかったのに、容赦ねえな。エアコンの電源も触れません。今回のいたずらの鍵は廊下にあるヒーターだな。これでどうかな？え、スパナが使えないんだけど。ネジを外すにはこれだと思ったんだがな。もう一度倉庫内を確認して他に使えそうなアイテムがないか探してみましょう。その前に八つ当たりの爆撃。あれ、これもしかしてあのネジにつけられる部品。こんな小さな部品があったんだな。これをつければネジが回りそうだね。まったくティーちゃんはすぐに部品をその辺に投げるんだから。あれ、ヒーターの部品どこやったっけ？そろそろあれも片付けないといけないのに。悪いね、先に見つけちゃったよ。お、やっぱりここにつけるものだったわ。今度こそスパナを使いますよ。よし、これでヒーターがつくな。あとはこの枕と桶だよ。家中をいろいろ探したけど、特に枕に関係しそうなものがなかったから、やっぱりこの枕をあのおっさんの使ってる枕と交換するんだと思うわ。頭側からさっと入れ替えられないだろうか。シュッと。お願いだから目を覚まさないでね。よし、成功。テーブルクロス引きの要領でやったりました。そこまで一瞬じゃなかったけどな。今度はこの枕を何かで切れってよ。ああ、偶然、こんなところにナイフがあったよ。ミスティがズボラで助かったな。あ、中に羽がぎっしり入ってた。なるほど、桶は羽を入れるためにあったのね。別に桶じゃなくてもよかったと思うがな。この羽を今度はエアコンの中に入れろって。エアコンの中に羽を。もう嫌な予感しかしないぜ。T
ティーちゃんがこれでどうなってしまうのか、皆さん楽しみにお待ちください。はぁ、あ、熱いわね。はぁ、チョコレート。ドアすり抜けやがった。いたぁ。わ、私のチョコレートが。急いで冷やさないと。このチョコ、なんとかしないと。うわぁ、なんで羽が。散々だぜ。もうチョコなんて作らない。イースターの宝探しをすることができると思った T さんがいなくて寂しいですか。彼女が正しい方向に向かっていることを確認しましょう。どうやら今回はイースターの宝探し編ですね。日本じゃイースターをやらないところの方が多いからなかなか想像しづらいが、宝探しもするんだな。その宝探しを台無しにしてしまいましょう。了解です。ダーリン、この裏庭のどこかに宝を埋めてちょうだい。くれぐれも私にわからないようにね。わかったよハニー、ちょっと待ってて。あとは宝の隠し場所を地図に書いてもらって、その地図も隠してもらえば完璧ね。ちょっと、真面目にやってよね。この二人、相性悪いんじゃないか。T ちゃんが宝探しをするのを妨害しよう。まずはいつも通りアイテム探しからですね。早く見つかってくれることを願うぜ。え、この家、犬飼ってたっけ？え、なに？うわぁ。犬にぶっ飛ばされました。とんでもない有能な番犬を置いてきましたね。このゲーム、結構長いことやってきたけど、犬に襲われるなんて初めてだぜ。あの犬がいる限り、倉庫に入れないよね。となると、あの倉庫に何か重要なものが入っているんでしょうね。ああ、あれだけ守りを固めているんだ。怪しすぎるんだぜ。今回の敵は T ちゃんではなく、犬です。さよなら T ちゃん。とりあえず、あの犬と倉庫は置いといて、家の中に使えそうなものがないか探索してみよう。犬の苦手なものって何ですかね。手荒な真似しそうで怖いんですけど。フランシスだったら軽く眠らせてやるんだけど、あのおっさんより犬の方が有能ですよ。あのおっさんだってミスティのために精一杯やってるぜ。毎回大失敗してるけど。地下室も何もなかったか。ある時はあるんですけどね。お、ここからなら裏庭に行けるぜ。ほんとだ、今回いろいろと移動がめんどくさいね。番犬が一匹いるだけでこんなに自由に動けなくなるんですね。ん？何これ？これは、フランシスが宝を埋めた跡じゃねえか。そこら中に跡がありますね。この中に一つだけ宝が埋まっていて、他はただの落とし穴なんじゃない？随分と大変なことをやりましたね。近づいても特に何もないね。裏庭になら何かあると思ったんだけどな。ひぃー、Dちゃんと鉢合わせしちゃった。ここは一旦退散だ、逃げろ。こらー、待てー、このガキャー。すいません、帰る家間違えましたー。そんなわけあるかー。逃げろ逃げろー。なんとか逃げられました。久しぶりにあのばあさんに追いかけられたぜ。意外としつこいんですね。さあ気を取り直して探索しよう。次は2階の探索です。今のところ何一つ見つけていません。本当に何もねー。今回かなり難しいですよ。やばい、マジで見つからない。アイテムなんかあるんだろうか。皆さん、諦めてはダメです。先生に屈してはダメです。あ、左に何かあるよ。あれってもしかして犬の家じゃないか。犬の家があるってことは、犬をあの家に誘導できるはずです。犬の餌か何かがあればおびき寄せられそうだね。あれ、何ですかこれ。これ、睡眠薬じゃないか。ん？睡眠薬をドッグフードに入れろって。ドッグフードがどこかにあるんだな。ドッグフード、うぷ主さんだったらどこにしまいます？うちのキャットフードはキッチンにあるよ。お皿がキッチンにあるから自然と近い場所に置いておくかな。それじゃあこのうちにもキッチンにあるんじゃないか。そうですね、戸棚の中をよく探してみましょう。ワンちゃんのご飯。あの犬、これからもこの家にいるんだろうか。ミスティのことです、きっと今回だけ誰かに借りたんじゃないですか。どんだけあの倉庫を守りたいの。あったー、こんなところにあったよ。よし、必要なものは揃った。この餌を犬小屋の近くに置こう。ふっふっふ、これで凶暴な番犬も数々眠ることでしょう。さあワンちゃん、こっちへいらっしゃい。どうかなどうかな。お、食べてる食べてる。作戦大成功。犬から鍵を取れってよ。この犬に鍵を持たせるなんて卑劣ですね。おお、立派な鍵を持ってた。この鍵、もしかして倉庫の鍵か。あれだけ犬に守らせてたし、その可能性はあるね。お、なんかいつもとドアが違う気がする。やっぱりここでしたね。一体何を隠してやがったんだ。倉庫、オープン。
あ、これって、宝の地図じゃないですか。ほんとだ、この地図をめちゃくちゃにしちゃおう。本当はサウナの後ろに宝があるみたいだが、これを埋まってないところに書き換えて。T ちゃん、攻めるならフランシスを攻めてね。凶暴な番犬を配置したって私たちには無駄だってことですよ。どっちが悪党だかわかんねえな。それじゃあ影で見守っていましょう。ふむふむ、ここに隠してあるのね。これでお宝はこの私のものだわ。いやー、ここじゃないじゃないのー。やったー、いたずら大成功。ばあさんめっちゃ震えてたんだけど。この後大喧嘩したでしょうね。科学者になるという T の夢は、最悪の事態に転じようとしています。今度は科学者になりたいようです。あのばあさんは本当に行動派ねー。面倒なことにならなきゃいいがな。ふっふっふ、ミステイの科学教室の始まりよ。まずは学校の理科室から送ってきた薬品を使うわ。それダメだろ。最高の薬品を完成させて、ダーリンをビビらせてやる。もう色味がやばい液体しかないんだけど。以前も鍋で薬を作ろうとしたことあったよね。あの時大失敗したのにまたやろうとしてるなんてね。これとこれを混ぜれば。おっと、すごい威力。はっはっはっは、成功よ、成功だわ。これをもっと大きな規模にすれば完成。あ、ゴーグルが。早速裏庭に装置を用意しないといけないわね。何の薬品なのかはわからんが、失敗させないとな。とりあえず使えそうなアイテムがないか探すわよ。そうだね、いろいろと探索しよう。よかった、今回は犬がいなかったぜ。お、アイテム発見。これ、重いものを持ち上げる機械よね。重いものを持ち上げるか。もしかして、ソファーの下に入り込んだゴーグルを取るのに使うのか。あ、そうかもしれないね。あれが T ちゃんの言ってた装置だね。本当に大規模だわ。こんなバカでかいビーカーってあるもんなんだな。ビーカーの上に吊り上げられたバケツが3つ。ここに何か失敗するような薬品を入れるのが今回の目的です。このうちで実験してたわけだから、必ずどこかに薬品があるはずよ。私の実験室には誰にも侵入させないわ。そもそも実験室がどこにあるかもわからないでしょうけど。地下室には何もなし。次は2階だ。なんか2階にも何もなさそうなんだけど。どこに薬品なんかあるんだろう。仕方なくキッチンにやってまいりました。あら、何かあるわね。フードカラー、食紅か。もしかしてこの食紅をあの実験道具の中に。ちょっと入れてみよう。まさか食紅入れたら大爆発するなんて。ほんとよね、あれ混ぜるな危険系の薬品だったんじゃない。そんな危険な薬品を裏庭に置くなよな。でもあれでわかった、食紅は入れてはいけないと。人間失敗から学んでいくのよ。食紅以外の薬品が必ずあるんだろうな。ちょっともう一度浴衣の中を探そう。皆さん、とんでもないものを発見してしまいました。まさかこんなところに隠し部屋があったなんてね。あのばあさん屋根裏に研究室を作っていやがったんだぜ。すごい数の怪しい薬品だ。何か使えそうなものがないか探しましょう。一つ一つ何かわかるようにしてあるのはありがたいぜ。おや、隣の黒板に何か書いてあるね。これは失敗したレシピだ。この黒板に書いてあるものを集めて、外の薬品に入れたらいいんじゃないか。そうね、Tちゃんからヒントをもらえるなんて思わなかったわ。それでは材料を集めていきたいと思います。と言ってもこの辺からパクれるものをパクるだけですが。パクれるものイコール使うものだしね。英語を真面目に勉強してこなかったことをここで後悔してる。お、これ持ち出せるよ。よし、ミッション達成ね。その後、キッチンでレモンの石鹸を見つけました。ジムで水筒も見つけたぜ。パッと見じゃわからないものばかりだったわね。で、キッチンに謎の電気ケトルがあるんだけどさ、この水筒の水を沸かすのかな。他のアイテムをかざしても何も起きなかったからな。この実験にはお湯が必要なのかもね。あ、使える。私科学に強くないからこのアイテムを見ても何が起こるのかいまいち想像つかないわ。私も、どうなっちゃうんだろうね。これで必要なアイテムは揃ったはずだ。あとは混ぜるだけだぜ。なぜだ、なぜ実験が失敗した。必要な材料は揃っていたはずなのに。あのレシピ、さてはフェイクか。いやそれはないと信じたいんだけど。あ、それなら材料を入れる順番がまずいんじゃない。そうだな、黒板に書いてあった通りの順番で入れよう。それと、ゴーグル、あれちゃんと拾ったか。そう言われればソファー持ち上げただけで拾わなかった。薬の刺激から守るためにゴーグルは装着しましょう。今回、一つでもミスれば即ゲームオーバーの鬼畜仕様だぜ。順番は、
お湯、石鹸、過酸化水素、食紅。順番は分かった、次こそ必ず成功させるぜ。T ちゃん、もう爆発なんてしないわよ。ばあさんに言ったって何のことかわからねえだろ。あ、それと、わざわざ鍵を探しに行かなくても、ピッキングアイテムをコインで買えることを思い出しました。コインって何に使うのかわからなくて今まで貯め続けてきたわ。使えるもんはどんどん使っていきたいぜ。ちゃんとゴーグルも拾っていきましょう。ばあさんなら2階に行ったから今がチャンスだぜ。ゴーグルが隙間に入ったのはこのソファーだね。じゃ、遠慮なく持ち上げさせてもらうわよ。よし、これをつけるんだ。お、視界の色が青くなったよ。これで薬品の刺激から目を守ることができるわね。それでは我々ゆっくりによる魔の実験の始まりです。まずはお湯を注ぎます。お、ゴーグルのおかげで無事だぜ。そしてレモン石鹸、過酸化水素、食紅の順で加えていきます。最後の仕上げは T ちゃんがしてくれるでしょう。我々は実験の結果を離れて見守ることにします。それでは世紀の大発明、こちらの薬品を混ぜたいと思います。お、何が起こるのかな？準備はいいですね。それでは実験スタート。いけはい、これで完成。どう？すごいでしょ。あ、あれ、ハニー、なんかこれおかしくない？え、何？うわぁ。いやぁ、なんじゃこりゃぁ。実験、大成功。吸血鬼ティに何かを与えて、彼女の歯を沈め、彼女の邪悪な計画をくじく。というのが今回の目的だそうです。え、吸血鬼になったの？去年は吸血鬼のおじいさんを招待していましたよね。ああ、まさか今年は自分が吸血鬼になっちまうなんてな。早速吸血鬼ティちゃんを見てみましょう。私は今宵吸血鬼として生まれ変わったわ。すべての人間ども、この私にひれ伏すがいい。ニンニクうま。くさ。ニンニクなんて食べてんじゃないわよ。ダーリン、ちょっと出てってちょうだい。臭くてたまらないわ。吸血鬼になったのはいいけど、どうやら弱点も引き継いじゃったみたいだね。おお、すっかり家もハロウィン仕様だぜ。この気合の入りよ、さすがって感じですね。この仕様になると探索がまた大変なんだな。ハロウィンの飾りなのかアイテムなのかわからないからね。いつも以上に神経を尖らせて探していくしかないな。この鍋は、関係ないよね。うわ、この辺暗くて見えづらいな。拾えるアイテムは光ってることが多いから暗闇に紛れてるなんてことはないと思うぜ。倉庫の中には何かないかな。倉庫内には特に変わったアイテムはなかったぜ。この辺何がどうなっているんだろう。驚くほどの暗さだな。あ、おなじみダンスフロアが今年もあります。無駄にド派手だし、一体誰を呼ぶんだか。誰か立ってるね。もう、びっくりしたな。なんて数の墓だ、偽物だとしても不気味すぎるぜ。嫌だな、怖いな。あれ、なんか光ってる。え、どこだよ。右のお墓。ほんとだ、明らかに怪しいんだけど。うわぁ、雷が。お墓がこっぱみじんだよ、大丈夫なの。死体はないね。絶対ここに何かするはずだよな。試しにスコップが使えないか試してみよう。ただの墓荒らしなんだけど。使えないな。この土を掘るんじゃなくて何かをしろってことだね。よし、ひとまず使えそうなアイテムがないか探そう。それにしても普通の人間の先生が、どうやって吸血鬼の力を手に入れたんでしょうね。吸血鬼のおっさんに噛まれたんじゃない？急に発症したんかい？皆さんも突然の吸血鬼か、気をつけてくださいね。そもそも噛まれないでしょ。ちょ、暗すぎて何も見えねえ。え、ここ地下室だよね。進んでいるのかどうかもわからない。地下室は暗すぎるから何もないでしょ。勝手に結論付けやがった。庭には何もないかな。そうだな、家の中を探すことにしよう。家の中も全部の部屋がハロウィン仕様なんだよね。ああ、ご丁寧にな。子供が来たら問答無用に追い返すのにね。お菓子なんて絶対にくれないだろうね。さあキッチンを片っ端から探していきますよ。最近キッチンの棚の中に入ってること多いよな。棚の中とか全部開けなきゃわからないですね。そうなんだよ、こればかりは無心で開けまくるんだぜ。棚ならまだある、全部確認だ。すごい執念。何か出てくることを祈るしかないぜ。あとはこっち。あったー、本当にあるもんなんだね。あると思ってなかったんだ。これは、ニンニクの種か。種、植える場所なんか。あ、もしかして、あのお墓の後に植えるんじゃ。確かに、あの場所なら植えられそうだぜ。
でも、種を植えただけじゃすぐに育つわけじゃないよ。そうだよね、急成長させる薬とかないかな。うわ、ミスティが入ってた缶桶じゃねえか。なんだろうこれ、ライト。変わった形のライトだね、何に使うんだろう。とりあえず回収しておくぞ。他にも何かないか探してみよう。うわ、拷問部屋が余計に不気味だ。あれ、同じライトがここにもあった。黄色い電球もあるぜ。よくわからないけど回収しておくことにします。ニンニクの種とライトか。これで2回は探索終わったから、裏庭に行ってみよう。種を植えてライトを当てるのかな。急成長させるライトとかなんて都合よく家にあるんだか。これで立派なニンニクが育つといいね。まったくダーリンってばデリカシーのかけらもないわ。ニンニクは処分させたからもう安心だけど。まさかニンニクを育ててるとは思ってもいないだろうね。この電球を差し替えます。今回すごいスラスラ進んでて逆に怖いんだけど。おお、すごい光量、これならいけそうですよ。やったー、成長してる成長してる。これは猫型ロボットもびっくりだよ。これをおそらくミスティの缶桶に入れるんだよね。そのまんま入れたら普通にバレそうだけどな。見事にニンニクが育ちました。すごい邪悪なオーラが出てたんだけど。これは普通のニンニクではありません。急成長させた最強のニンニク、これを吸血鬼ティに近づけるのです。強烈な匂いを放ちそうだね。ふわぁ、そろそろ寝る時間かしら。吸血鬼だからって不眠不休はダメよね。ちょうど2階にいてなかなか移動できないよ。あのばあさんタイミング合わせてんのかって思う時あるよな。早くどっか行け、しっし。よし、うまいこと離れてくれたよ。カモフラージュしなくてもいいのか不安だが、とりあえずこれで行ってみよう。缶桶にニンニクパラパラー。匂いでバレそう。それじゃあ私たちは隠れてみてよう。ふわぁ、寝よう寝よう。夜更かしは美容の大敵だからね。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。え、まさかこの匂い。やあ、ニンニクー。くっさ、おえ、くさあ、無理無理、くさおえ。やっぱり吸血鬼にはニンニクだね。このいたずらが文字通りゴーストティから命を奪うことを確認しましょう。ゴーストティ、あのばあさん、ついに幽霊になってしまったのね。前回は吸血鬼だったけどな。今年のハロウィンはどういうわけか、ティちゃんが人間をやめております。どういうことなのか実際に見てみましょう。ああ、ついに最強の力を手に入れたわ。今の私に怖いものなんて何一つない。溢れ出るパワー、もうこのミスティを止められるものはいないわよ。どうやってこうなったの？ん？なんだこの本は。見るからに怪しい本だね。幽霊の捕まえ方だって。トリックオアトリート。ミスティもお菓子くれるかな。キャー。キー、シャレにならない。子供相手にとんでもねえな。あんな脅かし方してきて、いい度胸してるじゃない。ティちゃんに驚かされるなんて屈辱的だよね。どんだけ悔しかったんだ。今年もまた随分な気合の入りようね。ほんとだよね、全部の部屋ハロウィン仕様だよ。無駄に凝ってて探索に時間がかかるのかな。今回はあの幽霊の捕まえ方が書いてある本が鍵だと思うわ。あの本から捕まえ方がわかればティちゃんを捕まえられそうだね。幽霊を捕まえるって、よく考えるとおかしいけどな。あの子供の驚いた顔、思い出しただけで笑っちゃうわ。これでもう私の屋敷には近づかないはず。確かあの本はキッチンの近くにあったよね。壺が揺れた振動で床に落ちてたけど。あれ、ピッキングが使えない。これも幽霊ティちゃんの仕業なのね。いや違うと思う。おとなしく正面から行くことにしました。正面玄関はピッキングできたんだな。なんでキッチンの裏口はできなかったのかしらね。あ、ありました。早速中身を読んでみよう。まず、宝石で幽霊をおびき出します。おびき出す場所には魔法陣、ポーションをご用意ください。魔法陣の中に入った幽霊はその場に閉じ込められます。その隙に幽霊退治でおなじみの掃除機で吸い取ってしまいましょう。え、なんとかマンションなのこのゲーム。掃除機で吸い取る除霊って一般的なのか。あの本のおかげで手順がわかったね。説明書があればヒントなんて必要ないのよ。これからも説明書を家のどこかに置いてください。そう都合よく行くか。それじゃあ本の通りにまずは宝石を見つけましょう。幽霊が吸い寄せられる宝石ねー。呪われた宝石とかじゃねーのか。そういう宝石に限って幽霊だけじゃなくて人々を魅了するのよねー。あ、あった。これが宝石か。どれどれ早速もらいましょう。あれ、ダメだ。金具にぴったりはまってて取れない。何か道具が必要なんじゃないか。
宝石を取り出せるようなペンチみたいな道具を探しましょう。今回屋根裏には何かあるかな？この前はここにはしごを設置できたが、今回はできないな。この様子だと屋根裏には何もないわね。一階に戻ってまだ見てない部屋を見て回るぜ。歩き回ってる T ちゃんは幽霊じゃないんだね。しかもバグって動いてねえぞ。おい T ちゃん、大丈夫。大丈夫みたいね。どこか？あ、みんな、ここになんかうるさい機械があるんだよね。ちょっと迷惑だからそれ止めてくれない？ブランコ坊やも今年も元気そうで安心したわ。電源を切ってこの掃除機は私たちがもらっていくね。助かるよ、うるさくてたまらなかったんだ。これでばあさんをきれいに吸い取ってやるわ。そもそも掃除機が背負える仕様になってることに驚きだぜ。ふふ、いつでも吸えるわよ。かかってこい、幽霊 T ちゃん。嬉しそうだな。あとは宝石を取る道具とポーションね。ありがとうブランコ坊や、ちょっくら除霊してくるよ。うん、頑張ってね。地下室真っ暗で怖いんだけど、行ってみるか。もう少し明るければいいのにな。ああ、真っ暗な地下室にあったわ、ポーション。確認しに行ってよかった。何でも見に行った方がいいってことだぜ。道具といえば、やはり倉庫ですよね。もう一度見直してペンチみたいなものを探しましょう。それさえゲットできれば準備は完璧よ。どうか、会ってくれ。これじゃない？あったー、これで宝石を取れるわよ。工具はどれも似たような見た目だからよく見ないと本当に見逃すぜ。宝石宝石。そもそもなんでこんなもんがこの家にあるんだよ。それでは行きますよ。よし、成功だ。これで全ての準備が整った。魔法陣なら1階の正面玄関右の部屋にあったよ。よし、そこに行こう。立派な魔法陣じゃない？用意する手間が省けてよかったわ。まずはここにポーションを垂らします。なんという悪人面。子供を脅かしたらどうなるか、きっちり分からせてやりましょう。謎のポーションで幽霊を拘束するわ。次は宝石を使ってTちゃんをおびき寄せます。この辺でいいのか？よし、これで準備完了。あとは吸い取るだけよ。こらー、何しとるんじゃー。じゃあ、見つかったー。準備は終わってるんだ。逃げろ逃げろー。T ちゃんちょっと遅かったわね。もう手遅れよ。あの悪ガキ、まだ懲りずにやってきてたか。我々はここで T ちゃんが拘束されるのを待ちましょう。あのガキまた脅かしてやる。え、何？どうなってるの？あ、綺麗な宝石。え、な、何この空間？出られない。どうなってるの？はっはっはっは、T ちゃん、成敗。じゃあ、吸われてるー。ということで皆さんも幽霊を見つけた際には掃除機で対処。